今回はですね、UCSC ジノ b ムブラウザ r のお話をしたいと思います。まず一コマ目に UCSC ジノームブラウザーのですね、豊富なツールを理解するということで、UCSC ジノ b ムブラウザ r のウェブサイトにはすごくたくさんのツールが用意されています。でそちらのですね、ツールを使ったことがない方たくさんいらっしゃると思いますので、そちらをすべてご紹介していきたいなと思います。でえー 2つ目にですね、2コマ目に行うのは、BLAD とインシリコ PCR というツールを使って配列を検索して、そしてジ e n ソーターというプログラムを使って発言データを簡単に、まあ、解析するというほどではないんですけど、見るということを行っていきます。でちょっとジ e ソーターまで届くかどうかが難しいところだと思うので、主に BLAD とインシリコ PCR の配列を検索するところをご紹介していきたいなと思います。 でこちらは PDF の資料ですね。そちらの方に沿ってですね、順番にお届けしていくような形になります。なので、2コマ目は PDF の資料とウェブブラウザを使います。3コマ目も同様にですね、トラックハブというものを使ってですね、オリジナルデータと公共データの比較した図を論文に使えるような形でですね、どうやってこう作るかというところを少しご紹介していきたいなと思います。こちらも PDF に沿ってですね、 お伝えしていいいきたいなと思います、えー、ではですすね一コマ目のお話に移っていいいきたいなと思いますで今更ですね PCR プライマーの設計なんてこんなあのレクチャーでやる必要があるのかという方も多分ですね、うんえー、PCR の経験の豊富な方はそう思っている方もいらっしゃると思います。でこれ実は私のツイッターアカウントでですねあのアンケートを募集してみたんですけれども。 一つ目がですね、えー、PCR プライマーの設計するときに、受託会社の設計プログラムというものがございまして、そちらを使っているので、まあ、手作業といいますか、えー、フリーサイトなどを使ってやるかどうかということと、えー、フリーサイトでやってるよという方、それから全くサイトを使わずに、フリーハンドで電気配列を見て、 PCR プライマーを設計している方、あとは僕とデートしたい方をちょっと募集してみたんですけど、えー、約です、ね、10人ぐらいはです、ね、私とデートがしたいということで、えー、アンケート結果は私が勝ちました。まあ、この結果を見ていただければわかるんですけど、実はです、ね、私も PCR のプライマーすごくたくさんこう設計してきたんですけど、PCR のプライマーって、受託オリゴ合成の受託会社に 用意されているサイトで作ってもうまくワークしないこともありますしあとはあの何といってもこうすごくクライテリアが厳しすぎて自分で PCR プライマー設計しなければいけないことってすごくたくさんあるんですねなので今でもフリーサイトとかフリーハンドでそういうことを行っている方っていうのはものすごく多いということですねなので今回のお話っていうのは価値があるんじゃないかなと思います でまずはじめに私ですね、UCSC ジノブラウザーを紹介する上で歴史をお伝えしたいなと思います。これが実はすごく面白いんですね。何かというと、皆さんもまあご存知のお話だとは思うんですけれども、2000年のです、ね、6月26日にですねホワイトハウスで、えー、コリンズとセレラ社のベンダーという方がですね共同で、えー、共同声明のようなものを出して、人ジノムのですねドラフトアッセンブリーが完了したという発表を行いました。 これが6月26日なんですけれども、非常にこの時期のタイムラインが面白いんですね。で、えー、この1週間前ぐらいですね、えー、1週間前ぐらいに実は、この UCSC の、えー、大学院生であったジム・ケントさんがですね、100台のコンピューターを使って、ヒ、え、ト、ー、ジノムのファーストアッセンブリーを作るということが、えー、6月26日に行われてたんですね。でえー その3日後、6月25日ですね、夜、セレラ社がファーストアセンブリーを完了したということで、で、その次の日に、実はホワイトハウスでの、えー、発表が行われたと。1日前に実はセレラというのは、ファーストアセンブリーが完了していたんですね。さらにその3日、4日前かな、ぐらいですね、事務検討がセレラを差し置いてですね、ファーストアセンブリーを成功させた。ということで、これはすごく話題になりました。 で、えー、その際にですね、えー、これが6月26日なんですけれども七夕ですね次の月の七夕の日に、えー、世界で初めてヒトジノム配列というのを、えー、UCSC ジノムブラウザー今回使うものですねそちらで公開したという非常にあのサイエンスの歴史としてもですね、この UCSC ジノムブラウザーというのは重要な位置づけになっています。すこのスストトーリーーーリリででね、セレラに買ったというストーリーですね。 実はニューヨークタイムズで、えー、当時紹介されていますあの。ぜひですね、オリジナルサイトに行ってご覧いただければと思います。アーカイブが残っています。で白黒なんですけれども、この記事すごく面白くて、ジムケントが、まあ、ヒーロー扱いでこう一面を飾ってるんですけど、その周りにはですね、実は人ジノムでどういうことがわかるのといったようなですね、当時のやはりまだジノムが分かっていない時期のです、ね、記事が載っているんですね。 ぜひ、お時間のある方、ニューヨークタイムズのアーカイブ、ぜひご覧になっていただければ嬉しいなと思います。はい。というわけで次です。UCSC ジノームブラウザーですね。もうすでにお使いになられている方はご存知だと思うんですけれども、本家のウェブサイトと、とヨーロッパ、それからアジアのミラーサイトがあります。こちらですね。本家は g e n o m e u c s c a d u ですね。 でヨーロッパがこちらのヨーロッパミラーになっていてアジアはこちらの URL になっています。で実はこのアジアのミラー私たちが、えー、実は、えー、管理維持をしています。なので今回ですね UCSC ジノムブラウザを紹介する時に、えー、まあ我々が妥当だろうと思ってですねあの紹介しますよというお話をいたしました。 で実はですね、このミラーサイト、このような、これ実はハーフラックなんですけど、ハーフラックの小さな、えー、サーバーにですね、えー、ミラーリングしてあります、まあ。ただ置いてあるだけでですね、えー、我々が中をごぞごぞいじったりはあんまりしないんですけれども、えー、ひかにひっそりとですね、小さな、えー、ハーフラックの中でアジアのサーバーが動いていると思っていただければ嬉しいなと思います。でこちらは2016年の6月17日に、 我々がジノンブラウザデータベースの公開ミラーを開設ということでプレスリリースしました、えーえーと。こちらのミラーサイトですね、私の前職のボスがですね、一生懸命研究費を取得してですね、小さな、まあ、ハーフラックのサーバーを購入して、そしてアジア初のミラーを構築しています。日本のリージョンということで、日本にお住まいの方は まあ比較的アジアのミラーサイトはあの高速にご利用いただけるんじゃないかなと思います。なのでぜひご利用していただくために今回解説をさせていただきたいなと思っています。はい、で今現在どのような形になっているのかというお話なんですけれども UCS ジノムブラウザー自体はですね人のジノムだけではなくてここでは100種類と書きましたが 実はまあこれを何種類と考えるかは人によってちょっと違うと思うんですけどいろいろなあのあのストレインをですね、えー、データとかかけ集めたら、まあ、1000種類以上にはなってくるんですけどだいたい100種類以上ぐらいと考えていただければいいかなと思います。はい、で、えー、遺伝子の位置ですね位置情報と塩基配列これに紐づ付いたですね アノテーション情報というのを検索して表示して抽出できるそのようなサービスを行っていますゲノム配列を扱うための各種の細かいスクリプトですねこのデータベースそのものを作るためのスクリプトそれからバイオインフォマティクスツールというのが利用できるしダウンロードできるというサービスになっていますで現在なんですけれども非常にアップデートは頻繁です 2022年でも33個も個のアップデートが行われています例えばですね、こちら、12月22日のアップデートなんですけど、これは、えー、哺乳類の比較ジノムですね、相動性のトラックというのが更新されて、470種類用意されたというのが2022年ですし、えー、12月の13日は、ジェンコードの新しいアノテーションですね、バージョン42というのが公開されています。 今皆さんがですね、デフォルトで UCSC のジオモブラウザを使ってもバージョン41が表示されています。あと、マウスの、えー、とバージョン31ですね。こちらも新しいアノチェッショントラックが追加されています。あとは、まあえー、と人の、えー、遺伝子の、えー、名前ですね。それから、えー、とパネルアップって何だっけな。これもなんか創造性のやつだったような気がするんですけど、まあ、2つのトラックが、えー、追加されているのと、あとは、 これ、興味がある方がいるかもしれないんですけど、HS1 というジノムと MPXV リバース。これは確か、あの、猿の肉臭ウイルスかなえっと、なんかのジノムだったと思います。こちらがアップデートされて、追加されています。この HS1 なんですけれども、こちらにお見せしているんですけれども、何かというと、えー、CHM1.1 というですね、 えー、ハプロイドゲノムをですね、えー、パックバイオシーケンサーで決定して、いわゆるジノムを一つなぎで読んだよというジノム配列。こちらが UCSC ジノムブラウザーでも見られるようになっています。有名なあのキーワードではテロメア2テロメアということで T2T と呼びますねで。こちらのジノムですね、じゃあこんな 人つなぎになったジノムで何が分かるようになったのということなんですけど実は、えー、この人つなぎの部分の中でもここをですねセントロメアセントロメアとかテロメアの配列というのは非常にリピートが、えー、高くてですね普通のシーケンサーではなかなか解読しづらかった部分なんですけれどもそちらが綺麗につながっているというのが特徴の一つになっています。 まあ、こちらの方、眺めてみたい人もいるかもしれないので、後ほどちょっとご紹介していきたいなと思います。はい。はい。あと、最新情報ですね。としてはですね、検索機能が強化されています。何かというと、この UCSC のジノムブラウザーのサイトですね、サイトの中で何かキーワードで、えー、いろいろな情報を見たいという場合ですね、このサーチボックスにですね、 例えばこれは P53 のキーワードを入れてみましたけれども、それを入れるとトラック横断的にそのキーワードが含まれているものをですね、えー、いくつあるのか、どこにあるのかというのを表示してくれます。これすごくあの役に立つので、例えば、えー、UCSC ジノムブラウザーであるチップスックのデータあるんじゃないと思ったら、ここで検索してしまえばあるかどうかすぐわかります。 まあそういう、えー、検索機能がですね、えー、トラック横断的に、えー、このウェブサイト横断的にサーチできるというものが追加されています。そしてそれを階層をたどっていけば、えー、その結果を閲覧することができて、そのトラックに飛ぶこともできるというような、まあ、そういうサービスが、えー、強化されています。UCSC ジノームブラウザーのよしあしという部分と、えー、他のブラウザとのですね、 違いというととうころですねまず UCSC ジノブブラウザの良し悪しというのは、まあ、主観に基づくものなんですけどいいところは先ほどもご紹介しているようにアップデートがすごく頻繁です他のジノブブラウザにはありえないぐらい相当アップデートが頻繁なのでいろんなトラックの情報を見ることができますね最新の情報を閲覧することができますあとは豊富でシンプルなツールということで今後紹介するものがたくさんあるということですね 3つ目が、ゲノム地図上でデータ横断的に遺伝子情報を調べることができる。先ほどの検索エンジンもそうですよね。まあ、それだけではなくて、地図上である遺伝子領域について他のデータではどうなっているのかというのを閲覧することができ、そして比較することができるということです。さらには、その情報をカスタマイズですね。こちらもご紹介しますけど、カスタマイズして論文に使うデータ、 というものも一応整形できるようになっています。で、悪いところですね。まあ、これは本当に悪いと言っていいのかわからないので、本当に主観なんですけど、私も UCSC ジノブブラウザを使い始めた頃は、とにかく見た目がビジーだなと思いました。もういろんなあのパーツがあってですね、それをどれを選んだら自分が欲しい情報が得られるのかというのがなかなかわからないなという印象がありました。二つ目が、 インタラクティブに地図をですね、こう、横に地図を、横の遺伝子みたいなと思って、こう、地図をずらしてもですね、え、ラグがあってちょっと時間がかかるなという印象があります。まあ、これは、まあ、ウェブサイトですから仕方がないんですけれどもね。あとは、オリジナルデータですね。こちらをインポートするときに、え、ファイルをですね、小さいサイズにしなくては、ちょっと、え、アップロードすることができないという点です。 こちらちょっと解消するのは難しいので、えー、どうしても小さいサイズをアップロードすることになります。まあ、結論的には慣れが必要です。はい。というわけで私のお話が、まあ、利益があるということですね。では、UCSC ジノブラザーと IGV を比較したらどうかということですね。実は、まあ、あまり大きく 違いがあるかと言われると、そうでもないです。IGV でも UCSC ジノムブラウザみたいなことはいっぱいできるんですけれども、まあ、あえて言うならという点ですね。まあ、先ほどお話ししたように、左右のスクロールにラグがあるという点が、まあ、IGV では、そのパソコンの環境にもよりますけれども、えー、ファイルを読み込んでですね、えー、比較的スムーズにですね、えー 遺伝子間を渡っていけるんではないかなと思います、えー。オリジナルデータをウェブにアップロードする必要がありますね。これもしかしたらコンフィデンシャルなデータの場合はちょっと困るかもしれませんよね。で、それに対して IGV の場合は、えー、自分のパソコンの中で、えー、データを見ることができるので、外にデータを置く必要がないということですね。あとは、まあ、UCSC ジノブラザーが直感的ではないと思う方もいるかもしれないですね。 それに対して IGV は比較的直感的な、まあ、仕様なのではないでしょうか。UCSG ジノブラウザーのいいところとして、慣れるとカスタマイズできるというところですね。IGV も一応こちらにちょっと,、えー、とお見せしてるんですけど、少しカスタマイズできるプレファレンスがあります。例えばですね、データをノーマライズしたカウントで見せるとか、そういうこともできるようになってるんですけれども、まあ、ちょっと限られてますね、どうしてもね。まあ、そういう背景があります。 あと UCSC ジオノブラウザーの場合は事前にたくさんデータが用意されてますよね。その点が IGV とは違いますね。もちろん IGV でもある程度用意されているデータもあります。まあ、IGV の方を見てやると、えー、ファイル数が多いと折り返すといったデメリットもありますしあとは比較用のデータをほぼ全て用意する必要性がありますよね。えー、直感的ではあるんですけど一方では実現したい 可視化に手が届かないことがあって、よくあのデータを僕の場合解析して提供するとですね、IGV をちょっとカスタマイズしてほしいというリクエストを受けることがあります。これとんでもないですね。私 IGV の開発者でも何でもないので、そんなことしてたらもう仕事ができなくなってしまうので、それをお断りするんですけど、やっぱり、まあ、見る方としてはですね、えー、こういう形でデータを見たいというですね、 そういう、こう、ちょっとカスタマイズしたい要素がいくつかあるんですけど、そこ、そういうですね、重箱の隅みたいなところに手が届きにくいというのが、まあ、IGV の特徴の一つかもしれません。で、それに対して UCSC ジノブブラウザは、まあ、ある程度カスタマイズができるというところがあるかもしれません。あとは、先ほどご紹介した通り、アップロードですね。アップロードの必要がないというところですね。はい。というわけで、まあ、まとめますと、まあ、 UCSC ジノブラウザーの最大の利点というのは公共データとの比較図の作成ができるという点ではないでしょうか。あとは IGV の,の利点としてはですね、個人的にはまあオリジナルデータのファイルをですね、えー、確認するときですね、サニティチェック、そのデータが本当にえ自分たちが得たいものだったのか、そういうことをチェックするときのツールとしては UCSC ジノブラウザーを使う必要はありません。IGV で眺めてやって、あ 確かにこの r n s クデータはうまくいってるな。あの、いや、ちょっとなんか、データを用意するところで変なバイオンヒンフマティクスやってしまったかなとか、そういうところをチェックするには、IGV で見てやると、えー、まあ、利用価値非常にあるかなと思います。はい。で、あとですね、UCSC ジノムブラウザーと IGV というのは、大体なんですけれども、取り扱えるデータの形式、ファイル形式は同じものが使えます。 例えばビッグウィッ k ファイルというのを今回ご紹介するんですけど、そのビッグウィッ k ファイルは IGV でも読み込むことができます。一点だけ違うのは IGV 専用のファイルとして TDF ファイルというのがあるんですけど、こちらは UCSC ジノブブラウザで読み込むことはできません。なので、ある程度コンパチブル、つまり両方使うということもできるということですね。はい。次に、 UCSC ジノムブラウザのファイル形式をご紹介していきたいと思います。まあ、こちらですね、FAQ のフォーマットというページに存在する文字なんですけれども、これだけたくさんのファイルフォーマットがあるんですね。まあ、これを見ただけで皆さんあの使いたくなくなるかもしれないんですけど、ただですね、使うフォーマットとしてはまあ限られていますし、えー、あとは本日紹介する フォーマットというものもこちらにありますので、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。まずは別途ファイルですね。こちらは皆さんもよくご存知の形式だと思います。座標だけが載っている、まあ、座標の横にですね、情報もエクストラで載せることができるタブ区切りの非常にシンプルなフォーマットになっています。で、それに対してですね、ベッドグラフというフォーマットがあります。 こちらはです、ね、座標にですねさらにスコアを横に載せるということで、まあ、グラフなのでグラフを作るためにはまあスコアが必要ですよねそのスコアを載せたフォーマットとしてベッドグラフというフォーマットがありますでさらにですねこれを変換すると、えー、ビッグウィックフォーマットという先ほどもう少し、えー、言葉が出てきたフォーマットがありますこちらはですねバイナリー形式ですので、えー、こちらのベッドグラフよりも、まあ、コンピューターとしては素早く 読めるとそういったフォーマットになっていますなので、えー、ベッドグラフをビッグウィッグに変換するとすると、まあ、ベッドグラフですのでいわゆるスコアですねグラフを描くための描画するためのスコアが、えー、バイナリーフォーマットとなってビッグウィッグの中にあるんだよというイメージを持っていただければいいかなと思いますまたですね UCSC ジノンブラウザに存在するデータフォーマットとしてはこのビッグウィッグフォーマットが えまあ5割、あとビッグベッドですね、この2つがですねほぼすべ、えー、てのまあフォーマットになっています。UCSC ジノブラウザーで快適に読み込むためには、このようにですねバイナリー変換をしたフォーマットというのを利用するということですね。でビッグベッドの方は、あのベッドにです、ね、いろいろな情報をちょっと付け足したフォーマットになっているので、まあ、ビッグという文字がついてて。 わかりやすいと思うんですけど、まあそういうフォーマットでバイナリー化されたものとお考えください。あとはですね、少しご紹介すると、えー、こちらのジェネラルフォーマットの方から紹介すると、これも皆さんご存知かもしれない GFF と GTF というファイルフォーマットもあります。こちらは遺伝子構造ですね、エクソンとかイントロンとそういったものを表記して座標を記載する、まあそういう、えー、フォーマットになっていて、 GFF というのは GTF の全バージョンで GTF の方がちょっと拡張版ということで大体同じものだと考えていただければいいかなと思います大体のツールはこういった GTF、GFF というファイル両方を読み込める形になっています あとは、この PSL フォーマットというものですね。これは実は今回使うブラッドの結果のですね、一行出力形式として、このフォーマットがあります。なので、まあ、ブラッドの結果のフォーマットの一つとお考えいただければいいかなと思います。VCF ですね。VCF はご存知の方たくさんいると思います。バリアント情報を記載する一般的な形式の一つです。今はバージョン4かな。 えっと、3もあるんですけれども、ちょっと、えー、バージョンでですね、癖があるので、気をつけていただきたいなという点はあります。あとは、えー、ダウンロードオンリーフォーマットの中に、皆さんもよくご存知の FastA や FastQ といったようなフォーマットがあるのと、えー、ここの2ビットフォーマットというものですね。これ実は BLAD ですね。こちらの時のデータベースを作る、BLAD の検索先を作るための、 でデータベースとなる配列の情報をですね非常にコンパクトにしてだいたい合計 4GB までのまあファイルフォーマットになってくると思うんですけど、えー、そしてまあ検索を可能にしているものだというふうにお考えいただければいいかなと思います、まあ、このようにまあファイル形式がたくさんあるということはいろんなことができるということの裏返しでもあるわけですね まあ、ですが皆さんがまあ扱う形式としてはですね、まあ、それほど多くないので、まあ、あまりこう難しく考えずにですね、トライしてみていただければいいかなと思います。あとのフォーマットというのは実はですね、あの、特別なフォーマットであって、そんなにこう利用頻度は高くないです。なので安心して使っていただければ嬉しいかなと思います。はい。というわけで、えー、ここまで UCSG ジノ b r ブラウザ r の基本情報についてお伝えしてきました。で、残りの2コマあるんですけれども、その2コマで使わないツールですね。こちらについては、今、この1コマ目で簡単に紹介していきたいなと思います。ではですね、その豊富なツール群をご紹介していきます。大きく分けて、こちらのメインツールとサブツールというツールがあります。 でメインツールの方ですね、赤くなっている箇所はですね、次の2コマで紹介するツールになりますので、紹介しないという形になってきます。こちらでは、あとはリフトオーバーやゲノムグラフやデータインテグレーターと呼ばれるものですね、それからサブツールの方は、まあ、ほとんど全てということになってきます。で、今ここに書かれてある文字を私が読んでもですね、わからないと思いますので、こちらは 皆さんが後々ですね、えー、そういえば UCSC ジノンブラウザーにこんなツールがあったよねというときにですね、ぜひあのご覧いただいてですね、えー、いわゆる辞書のように使っていただければ、あこれこんなツールだったのか、よし、使ってみようという感じで、えー、見ていただければ嬉しいかなと思います。はい、まず一つ目がですね、リフトオーバーですね。 えー、リフトオーバーバはですねこのような画面になってるんですけれども、えー、何かというとこちらに例をちょっと示してみました。ヒトジノムの HG19 というバージョンと HG38 というバージョンがあるんですけれどもそちらのバージョン間で座標がある同じ領域が染色体1番のあのの0番から10番までというですね領域がですね。じゃあ 新しいジノムバージョンではどうなっているのというのを調べると100番から110番までになっていると。つまり座標がちょっとずれるということが起こるんですね。で、こういった場合の、いわゆる変換ですね。1G19 から 1G38 への変換、そういうものを行ってくれるツールがリフトオーバーというツールになります。これ逆も可能です。もしくは人のジムノームからマウスのあるジノムというですね、異種間での リフトオーバーというのも可能になっています。方法としては、こちらにですね、えー、先ほどご紹介したベッドフォーマット。このようにですね、染色体番号、スタート位置、終了位置。これをタブ区切りですね。こちらの空間タブ区切り。それで入力してやれば、こちらに入力してやると、このように変換してやることができる。これ、例なので、あの、本当に0から10が100から110になるわけではありません。 ですが、えっ、ー、と、ここに入力していただくと、このような変換が行われるということですね。その際は、えー、オリジナルジノムと新しいジノム。これは人からマウスも可能なわけです。こちらマウスを入れるとマウス可能ですし、えー、その中のアッセンブリの、このバージョンの情報ですね。バージョンの情報を入力してやって、そしてあとはサブミットをしてやれば、このツールを使うことができます。中では、チェーンファイルというファイルが動いていて、その チェーンファイルの情報に基づいて座標が変換されます。はい。次にジノムグラフですね。えー、ジノムグラフはですね、このような画面になっています。えー、このジノムグラフでですね、このアップロードというところに、えー、特定のファイルを入力してやると、その入力ファイルに従ってこれが結果なんですけど、いわゆる G バンド、GQ バンド染色みたいな、 形ですね、その、えー、画像にですねこちらなんですけど非常に小さくて恐縮なんですがあるアップロードしたファイルのファイルジノム領域その領域をこうマークしてくれるそういうツールになっていますじゃあどんなファイルを入れるのかというとこのような形式ですね1つ目は染色体番号とあるジノムの座標それからまあスコアですね えー、2つ目は SNP の RSID ですね。SNP の ID たくさん入れて、その横にスコアを入れるスタイルです。でそうするとどうなるかというと、このファイルの中にある、えー、とこれだと,、えー、と1キロベースぐらいですね。えー、こちらからこちらまで1キロベースぐらいの領域が、このようにですね、スポット、染色体1番のところにですね、マーキングされるような形になっています。 まあ領域でマーキングするような形ですね。このスニップの場合はですね、スニップをマーカーとしてですね、それをこうマルチプルに、えっ、ー、と、領域をですね、えー、マッピングしてやるということができるようになっています。これ、ちょっとだけのうちのうち使えれる時間があれば、あのやってみたいと思いますので、えー、その時もご紹介したいなと思います。で、その時に、えー、例えばですね、このアップロードしたファイルの選択をしてですね、ど,どのファイルを使うか。 そして、色を選択すると、例えば、一番のファイル、このファイルで入力したものはブルー、それからこちらのファイルで入力したものはレッドと、色分けすることもできるようになっています。そして、G バンド上にですね、このようにスポットするということができますし、実はですね、ここから人相多による、ある領域の遺伝子抽出ということも可能です。そういう形になっています。 はい。データインテグレーターです。データインテグレーターはですね、実は統合 TV にめちゃくちゃいい解説があります。でこちらは、えー、こちらにありますように、えー、あるスジノムの領域ですね、もしくは遺伝子名でも OK なんですけど、を入力するとですね、そのキーワードに沿ったデータについて、いろいろなデータ横断的にですね、こちらにデータを指定していってアドを押すんですけど、するとこのようにですね、これ4つアドしました。 4つのデータ横断的にあるジノム領域の情報を取得してくれるという極めてですね、優れたツールだと思います。そして出力結果としてはこのようにですね、マイクロアレイの発言テーブルのようにですね、テーブルでデータがですね、出力されると。なのでバイオヒマティクスをするときにですね、簡単にここで情報を入力してですね、発言データを取得する。 といったことも可能な形になっています。実際これ、えー、カルテックのですね、r n s e クデータを3つつなげてみているんですけど、そうすると、えー、発言データがつながっていくという形で、えー、実現できるというものがあります。でこれはぜひですね、統合 TV 見ていただくと、えー、すごくわかりやすい解説が載っています。なかなかいい発想ですよね。そのデータを連結させていって、それをテーブルでボーンと落とすというのは。 あの見習いたいいたなと思います、はいえー、これはですね、サー r c ブツーの系統樹にですね入力した配列データを配位するというツールです。でここにですね、えー、その例えばサーコブツーをどっかでシーケンスしましたとあの。自分でシーケンスしましたと。そのデータをここに配列情報として入力してやると、えー、それをですね、すでにある UCSC ィノムブラウザと連携している 期間のですね。えー、サーコブツーの系統樹の情報ですね。それと、えー、比較してですね、えー。結果が返ってきます。結構時間かかります。で、えっ、ー、と、この結果を、例えば、U. C. S. C. ジノムブラウザーの、あの。を選択ボタンが、この辺りか、何かにあったと思うんですけど。これを選択するとですね。えっ、ー、と、系統樹が、このようにですね。ジノムブラウザー上に。これ、サーコブツーのジノムなんですけど。そこに。自分の入力した。 配列のです、ね、系統関係が描かれて、まあ、例えばここがミューテーションの位置ですねサーコブ2でのミューテーションの位置というのをジェノム地図上に描くことができるというサービスになっていますまたですねこれも有名なツールですけどネクストステインというやつですねまあそちらのサーコブ2のタイムラインの系統樹とは言わないんですけどあれ、まあ、系統関係の図にですね自分が持ってきた配列というのを描くことができると。 いうようななツールになっています。比較的新しいツールですね。はいでえー、ともう一つが人インタラクション。これは何かというと、あるです、ねえー、遺伝子ですね、これ、エムトールを入れてますけど、エムトールを入れて OK をしてやると、そのエムトールと狂気的な文献の中で、アブストラクトの中で狂気してくる分子というものを一気に描いてくれるというツールになっています。で えと実は文献情報だけではなくて、パスウェイとかプロテインインタラクションネットワークなどのデータベースを全部使ってですね、ネットワークを描画しているような形になっていて、でえー、とこれはですね、非常にその狂気関係の高い、エムトールと狂気関係の高い分子がこのように一気に描かれるような形になります。でそれだけではなくて、えー、と実はここにつながっていないものでもトップ25で こんなものがつながりうるよということを表示してくれるような形になっていて、えっと、例えばですね、この青いものと灰色のもので何か違うかというと、実は文献由来だけで指示されているもの、プロテインインタラクションネットワークで指示されているもの、パス用データベースで指示されているもので色分けされています。なので、それらをこうエクストラで,ですね、このエムトールにつながっていくんだということを考えることができるんですね。 1>, で1点だけこれを使うときに、えー、注意点としてはここですねこちらに「想定とアルファベティカリー」というところがあるんですけどこのデフォルトではアルファベット順でこちらのサブ分子みたいなものが並んでるんですねこれ A から B って並んでますよねこう ABC って並んでますねこれ別にアルファベット順でみんな見たくないですよねえ <laughs> むしろですね、アーティクルで、文献でどれぐらいカウントされているかっていうのを見たいと思うので、必ずですね、これを見るときは、sorted by article count をクリックしておくことをお勧めします。まあそういうちょっと、えー、使うときの注意点があるような形になっています。まあ、そのようなネットワークをですね、描いて、あとは画像としてダウンロードしたり、グラフを抽出することができるようになっています。次ですね。 えー、ビズジーンというサービスですこちらはですね、インサイジュハイブリダージゼーション、マウスの胎児を使ったですね、えー、その、えー、RNA がですね、どこで発現しているのかというのをですね、えー、可視化しているものになります。で、えっ、ー、と、こちらにですね、遺伝子名、まあ、転写因子が 主なんですけれども、そちらを入力していただいて、サーチを押すと、このように、このようにですね、これ ATF3 の、えー、サーチ結果なんですけれども、ATF3 転写因子がですね、えー、働いている臓器というのが、えー、このエンブリオのいつに当たるのかというのを、えー、高解像度の画像で、えー、調べることができるようなものになっています。でこちらの水ジーンの特徴の一つとして、 ワイルドカードが使えるんですね。例えば、えー、とホックスファミリーのすべてのインサイチハイブリダイゼーションを検索したいというときは、ここにホックスと入れて、アスタリスク入れてやると、ホックスジーン全部出てきます。という非常に、えー、優れたですね、えー、イメージブラウザーになっています。まあ、ちなみに ATF3 はですね、非常に働きバッチ的な転写因子なので、えーと、特にですね、DNA 合成のときに働く転写因子なんですよ。なので、 えー、非常に、まあ、細胞分裂が活発な細胞がたくさん増殖しているそういう組織に、まあ、こうやって紫に染色されるような形になっていますまあほぼ全身なんですけれどもやっぱり今活発な組織というのがまあ、えー、このようにですね、えー、紫で示されているということで、えー、この画像なんですけど非常に高いクオリティでダウンロードすることができるので、えーまあ、検索結果を論文として使いたい 場合なななどににはは、ね、非常いいいいのではないかなと思います、はいえー、バリアントアノテーターです、えー。こちらはですね、えー、バリアントの情報にですね、こちらですね、VCF フォーマット先ほどご紹介したバリアントのフォーマットとして非常に、まあえー、よく使われるフォーマットですね、そちらで入力してやるとですね、その、えー、バリアントについて、えー、いろいろな情報を え、アノテーションしてくれる。注釈付けしてくれる、そういうサービスになっています。で、どういう情報が付加されるかというと、この DBSNP ですね。DBSNP の情報から、えっ、ー、と、SWIFT とか Polyphen2 といったようなですね、いわゆるメジャーな、えー、バリアントが、えー、機能的な変化を与えるようなバリアントなのかどうか、そういったことを推測してくれる、えー、ソフトウェアですね。 バリアントの情報を、えー、論文でですね、えー、報告するときには必ずこれを調べてくださいという文言がついているんですけれども、それをちょっと実現してくれるです、ねえー、ツールになっています。なので、まあ、こちらのチェックボックスを入れるとですね、えー、たくさんのツール由来の、えー、機能予測情報というのを、ある入力した、えー、SNP について、えー、情報を付加してくれる。 そういったサービスになっています。はい。えー、最後の方になってきましたけれども、DNA ダスターですね。えー、およびプロテインダスター。こちらは何かというと、すごいシンプルなツールで、えー、例えばですね、えー、あるサイトから配列をコピーしましたと。でペーストしましたと。それをプライマーのサイトに投げたらエラーが出てきますと。じゃあ、なんかゴミがついてるよねと。 コピペの時になんか変なものが混じってるよねという時にそのゴミをですね取ってくれるツールになります例えばこの情報もコピペしてきたんですけれども誤延期ですね誤延期規則でですね空白を入れているというまあそういうサービスいっぱいありますよねえー、延期を見やすいようにするために空白を入れたりなんか途中でなんか変な改行を入れてしまったりとかそういう場合ですねこちらにコピーしてペーストしていただくとこのスペースが除かれてですねこのように 配列がきれいになって帰ってくると。そういうサービスになっています。ちなみに私ですね、じゃあ N どう,にどうなんのと思って N を入れてみたんですけど、N はですね、消えないです。これ実験結果です。N は消えない。N は消えないで、ちゃんと残ってくれるということが分かりました。であとはまあそのスタイルをですね、ちょっと変えてくれるような形になっています。例えば、大文字にしたり小文字にしたりとか。あとは、えー、と翻訳。 をしてくれるとか、まあそういう簡単なサービスがついたものが DNA ダスターとプロテインダスターと呼ばれるものです。はい、最後にご紹介するのはこの紙紙ツールですね。Executable Source Code Downloads というものなんですけど、えー、ジムケントのユーティリティーツールとして非常に有名なものになっています。で、えー、このようにですね、いろいろなその計算機環境に合わせたバイナリー フォーマットのツールが用意されていて、プログラムが用意されていて、それを自由に利用することができます。あただちょっと商業利用は、えーと、レストリクションがあったような気がするんですけど、アカデミアとしては自由に使うことができます。UCSG ジノムブラウザーで、えーと、ジノム配列を公開するため、もしくはジノム配列を何らか工夫するために必要な、えー、操作というのがたくさんあると思うんですけど、 そういうたくさんの操作に使うツールがすべてですね、こちらに詰まっているということになります。我々はですね、必ずこのツールを使ってですね、ジノム配列を変換するという作業を行います。なので、ま,あ、まさに神、事務検討神による、えー、スクリプト群ということですね。で、何よりもこちらをご覧いただければ分かると思うんですが、これ、私がこの講義スライドを作っている時ですね、2023年1月17日9時59分です。 もう今年度でももう更新してる。もう非常に更新頻度が高くて、そして高速でバグが少ないというツール群になっています。なので、バイオインヒマティクスをです、ね、始めた方はですね、ぜひこのツール、どんなツールがあるのかっていうのをチェックしていただいて、まあ、自分の、えー、研究生活をですねあの、楽にしていただければ嬉しいかなと思います。はい、こちらのように非常に頻繁に。 更新されはい。というわけで前半の最後のスライドになるんですけど、参考となるウェブサイトです。えー、本家の YouTube チャンネルが UCSC ジノムブラウザーにはあります。なので、英語が得意な方は、ぜひ YouTube チャンネルをご覧いただければ嬉しいかなと思います。あとは、統合 t v ですね。統、ま、合 t t v は52件ですね、UCSC で検索結果が現れてきます。私のです、ね、の全部ボスが 紹介している動画もあるので、ぜひこちらをご覧いただいてですね、UCSC のジノムブラウザー、私のお話だけじゃなくて、統合 TV でもちょっとチェックしていただければ、えー、すごく使えるようになると思います。はい、以上です。はい、というわけで、えー、はあ、ジノムブラウザーを使っていくわけなんですけれども、こちらが何を隠そう UCSC ジノムブラウザーですね。 皆さんももよくご存知かもしれないですでこちらを使っていくときにですね、えー、私が用意しましたこちらの PDF の資料ですね、た、え、ど、ー、っていけば一応できるような形になっています。途中でですね、先ほどのお話にもありました、事務検討のツールを使うところはあるんですけれども、そちらは今回ですね、スキップしてお話し,します。もしあの、そういうターミナルの環境とかですね、バイオヒマティクスができる環境がある方は、ぜひトライしてみていただければなと思います。 というわけでですね、まずはじめに、ブラッドインシリコを PCR を使って配列を検索するということを行っていくわけなんですけれども、その前に UCSC ジノムブラウザの準備を行わなくてはいけません。これやってる人ほとんどいないと僕は思ってるので、これだけで価値があると思うんですけど、ぜひですね、えー、これからの流れ、ちょっとやっていただきたいなと思います。でまず、ジノムバージョンを確認する。それから、 セッションを使って設定を保存し、共有するというところですね。行っていきたいなと思います。まずはじめに、ジノムバージョンを確認します。UCSC ジノムブラウザにアクセスします。はい、こちら UCSC のジノムブラウザのウェブサイトですね。で、こちらの、ジノムアジアというのがアジアのミラーサイトになっています。 まずですね、まあどちらでもいいんですけど、えー、ジノムのタブですね。こちらをちょっと押してみようかなと思います。押しました。そうするとですね、実はジノムブラウザーゲートウェイという少しだけ違うサイトに行ってるんですね。で、今、ミラーに映るか、えー、本家のままにするかっていうのを選べるので、まあちょっと、 どっちにしようかな。アジアにしましょうか。はい。アジアにしました。これが、ジノムブラウザーゲートウェイです。で、ご覧いただくとですね、こ、このウェブサイトだけでも価値があるんですね。ヒューマンジノムブラウザ 1G38 アッセンブリーとあって、その 1G38 の詳細な情報をここで確認することができます。これは公開されている限り、しっかりと書いています。えー、アッセンブリーのディテールですね。このように、えー、どういうアッセンブリーなのか。 そしてハイライトの場所ですね。これ、やっぱり知ってないとですね、一体そのジノムバージョンの違いで何が起こったのかということはたまにある情報です。なので、UCSC、ジノムブラウザを使うときにですね、一体自分がどんなジノムを使っているのかというのを必ずですね、このジノムブラウザ・ゲートウェイで確認していただけると嬉しいです。はい、というのが、ここのお話ですね。 で、いろんなリンクをクリックしてみてください。そうすると、えー、まあいろいろなデータがですね、閲覧できて、その方法というのを、えー、書いてあるページを見ることができます。はい。次にですね、えー、最新ジノムである HS1 を見てみたいと思います。こちらですね、ヒューマンジノムの、これですね。 t2t ですね。hs1。こちらを見ていきましょう。すると、ダウンロードできるデータはこんなものがあるよ。それから、えー、登録されている情報ですね。というのが、ここにあって、いつ登録されたのか。誰が登録したデータなのか。それを UCSC が持ってきたというものですね。t2t コンソーシアムというのがあるのがわかりますね。ですから、今までの ジノムの登録とは違うちょっと違うサブミッターが違うというですねということも分かりますし先ほどご紹介した通りハプロイドジノムですという特徴があるということも確認することができますでこちらをご覧いただくと分かるんですけど、えー、情報が少ないですよねやっぱり、まあ、それだけですねまだ、えー、注釈情報というのが充実していないジノムであるということもここでチェックすることができるというわけです はい、はい、次に行きたいと思います、えー、次にジノムタブの中にあるジノムアーカイブジェンアークをクリックすると UCSC ジノムブラウザーが持つ1000を超えるアッセンブリーが種別にリストアップされますやってみましょう、えー、ジノムブラウザーのこちらですね ジノムアーカイブジェンアークというやつですね。こちらをクリックします。はい。そうするとですね、えー、種別にですね、えー、いくつのアッセンブリーがあるのかという情報をこのようにですね、見ることができます。やはりですね、まあ、100とは言わず1000近くのですね、アッセンブリーの情報が、実は UCSC ジノムブラウザで見ることができるということがお分かりいただけると思います。でもしですね、非モデル生物やっていて、 まあ、ヒューマンなんて本当は興味ないんだよと。で、UCSC でそのジノム見れるのというときは、こちらをですね、見ていただければ、例えば、えー、僕が好きな鳥だと、鳥のジノムあるかなというのをこうクリックするとですね、えー、その中のジノムの情報がこのようにですね、閲覧できるんですね。これすごく逆に見やすいですよね。こう一気にリストアップしてくれてですね、一体どのジノムがあるのか。例えば、えっ、ー、と、 カラスとかあるかなクローとか調べると、ほら、アメリカンクローがあるわけですよ。ねえ、アメリカンクローって結構大きいんですよ。日本のクロに比べると。はい。というですね、えー、情報があってクリックすればですね、当然ですけど、このようにですね、えー、カラスのジノムが閲覧することができるということですね。ご覧いただいている通り、人に比べるとアノテーション情報が少ないですよね。まあ こういう違いがやはりあるということなんですね。はい。というわけで、目的の生物をですね、調べるのにも活用することができるということですね。それが、えー、GenArc ですね。アーカイブです。UCSC ジノムのアーカイブの意味で GenArc というサービスが存在します。これも知ってる人多分かなり少ないですね。はい。はい。次に、 セッション数を使って設定を保存共有するというところをお伝えしていきたいと思います。これがもう今日のですね、テイクホームメッセージの一つです。えー、マイセッションを必ず作りましょう。UCSC に。はい。まずですね、このマイデータというところですね。こちらをクリックしていただいて、マイセッション数というところをクリックします。で、そうするとですね、歓迎されます。 私が歓迎されました。ありがとうございます。いつでも私 UCSC に歓迎されるんですけど、まあ、非常に嬉しいですね。はい。まあ、そういうジョークは置いといてですね、えこのようにすでにアカウントを作っている場合はですねえ、ログインされた状態になります。今ですね、私ログインして、そして、えー、自分のセッションを見ることができるわけですね。実はこのように皆さんに説明するために頑張った様子がですね、 こちらでご覧いただけると思うんですけれども、セッションの情報をですね、保存したページを、マイセッションスで見ることができますで。後々ご紹介するんですけど、こちらに、セーブセッティングスというものがありまして、こちらですね、今、保存している形でですね、セッションを保存するということも可能になっています。このサブミットを押すと、この名前でセッションが保存されるということになります。 これ多分枯らすか何かかな。今見た情報がですね、そのまま、えー、セッションとして残る形です。あとはローカルに保存する。パソコンの中に保存する場合は、こちらを選択してファイル名を入れて、えー、テキストで保存するか、g u ンジップで保存するか、まあ、そういったことが選択できますし、えー、カスタムトラックとして保存する。ですね。えー、UCSC ジノムブラウザーの カスタムトラックとして保存したい場合ですね。そういうファイルで保存する場合、こちらのサブミットを押すと、保存することができるという形になっています。はい。というわけでですね、以後ですね、このアカウントを作るところを紹介していくんですけれども、私すでにですね、これ、アカウントを作っていますので、ご紹介することができないので、こちらの PDF で紹介していきたいなと思います。 まずこのような画面がですね、先ほどのログインしていないとき表示されるはずになっています。で、Create an account ということでこちらを選ぶとアカウントが作れるということですね。先ほどのようなセッションの情報をですね、残しておいて、で論文で作った図をちょっとリバイスしなきゃいけないと、そういったときはですね、保存したものから起こすということをやればいいわけですね。 はい。クリックすると、このようにですね、サインアップのページが出てきます、えー。ユーザーネーム、それから E メールアドレスですね。それから、えー、パスワードをですね、こちらを入れていただくと、えー、サインアップすることができます。で私、この実習に合わせてですね、一回新しいものを作りました。それがまさき M というものなんですけれども、そちらサインアップするとすぐに、あの、オートメッセージでメールが 届きますので、今すぐ皆さん作ることができます。なので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、えー、時間かからないので作っていただければ嬉しいかなと思います。はい。そして、えー、このアカウント登録が登録が完了するとですね、先ほどのようにウェルカムメッセージというものが一番上に表示されている形になっています。 そして、えー、このアカウントにログインしていれば、セーブセッティングスのところでサブミットすると、マイセッションズのところに、えー、繰り返しですね、保存されていくという形になります。まあ、いくつ保存できるのか私、あの、試したことがないので知らないんですけど、まあ、結構たくさん保存して残ってくれると思います。なので、まあ、あの気にせずガンガン保存して使っていただければ嬉しいなと思います。 はいで、次にですね、えー、こちらのパブリックセッションズというところを紹介していきたいなと思います。このマイセッションズの画面を開いたところのですね、下のところにいろいろ書いてあるんですけど、パブリックセッションズのリンクがありますので、別のところからも行けるんですけど、まあ、こちらをクリックしていくとどうなるかというお話をしていきたいと思います。これですね。ちょっと。 ククリッしします。消しとこうはいそうするとですね先ほどマイセッションスでいろんなセッションを保存できるというお話をしましたよねそのセッションを全世界に実は公開することができますその公開したデータについてサーチすることができるんですねはい例えばですね、えー、私が気に入ったものですと HBB ヘモグロビンの、えー、ベータサブユニット。こちらの、えー、トラック情報がですね、バイオロジカルに面白いなと思ったので、まあ、こちらとか、ちょっと見てみたいなというものを選ぶことができますし、あとはですね、えー、と、こう、ハートと入れるとですね、あ、出てきました。皆さんご覧ください。 UCSC ジノムブラウザの悪い使い方ではないのか、えー、ハートセッションというものがありましてですね、えー、いかに UCSC ジノムブラウザがカスタマイズできるかということをご覧いただくためにですね、こちらを選んでみました。えー、頑張ってですね、この人、ハートのマークをですね、トラック、カスタムトラックに登録してですね、えー、作ってるわけですね。はい、まあ、こういうことができちゃう。 というのが UCSC ジノムブラウザーの面白いところの一つです。で、こういう、じゃあ、こういう図を作るにはどうしたらいいのというときに、えー、この情報を表示した後、マイセッションスに残して、で、テキストファイルでダウンロードすれば、そのテキストの中の中身を見ることで、えー、真似をすることができます。このハートを真似ることができるということですね。そういうことにも使えるので、えー、先ほどのパブリックセッションスですね。こちら、 使えると。例えばですね、こういう図を作りたいという要望あるかもしれませんね。こういう、こう、重ね合わせのグラフの図を作りたいと。今回、やりますよ。やるんですけど、その重ね合わせの図を作るときに、参考にしたい図として、こちらを一回クリックして、マイセッションスで保存する。そして、ダウンロードした中身をハックする。ということで、UCSC ジノムブラウザを、えー 自在にですね、使う、まあ、いわゆるお手本にすることができる、そういうパブリックセッション図があります。で、ちょっと実習書からはみ出すんですけれども、戻るとですね、ここにセッションギャラリーというのもあるんですね。こちらおすすめじゃないんですよ。セッションギャラリーは、公式が用意している、どういうふうに見せることができるかというギャラリーなんですけど、まあ、見ての通りあんまり面白くないんですよね。まあ、こちらのなんか、 世界地図みたいなのは面白いかなと思うんですけど、まあ、これぐらいかな。他のはなんかそんなに面白くないです。まあ一般的な図なので、そんなに工夫がない。なので、個人的におすすめなのはパブリックセッションスの図を、の中から自分の好きな図を選んでですね、それをハックするというやり方がいいかなと思います。はい。 というわけで、ちょっとパブリックセッションスのご紹介をいたしました。はい。パブリックセッションスをクリックしましたね。で、ああ、そうですね、えー。今回ですね、私が面白いと思ったものの一つとして、ヘモグロビンを選択しましたので、そのヘモグロビン、ちょっと見ていきたいなと思います。はい。パブリックセッションスで。 L ですよ、ね、マングログはい、出てきましたね。元となってるファイルタプがあるとは思うんですが、まあ、いくつも投稿がありますよね。同じものがクローンされている様子がわかりますね。まあ、例えばこれをちょっとクリック、これにしようか。これにしようか。どれも h g 1 9だな。まあ、1G19 でもいいですか。まあ、g 1 9をどれか、これを、あたりをクリックします。 ちょっと、ね、見てくれが変わるので、えー、実習書と同じものを選びたいところなんですが、なんか最近調べるとなくなってるんですよね、このユーザーネームの方のヘモクロビン HD19 は。はい。まあ、このようにですね、えー、保存しているパブリックセッションを閲覧することができるんですけど、まあ、ちょっとこれ HBB と HBD を比較する図としても、ちょっと見にくいかなと思うので。 ちょっとですね、このようにしてずらしてえー、っとレフセックを載せてそれからジェンコードを載せたいですねジェンコードジェンコードあジェンコードここにいたジェンコードもですねいくつかあるんですジェンコード エンコードは、チェンコードバージョン数はい。えー、あ、そうか。1時19だから V19 を選択してるんですね。先ほどご紹介した V42、ここにありますね。new って書いてありますよね。デフォルトではあ,のあまり表示されていないので、ここでクリックして、えー、表示することができる形になります。まあ、V19 しかちょっと。 と、1時19なので、制限があるんですね。これで、これ、ジェンコード、NCBI レフセクですね。が表示されました。で、例えばですね、こちら、もう少しですね、情報を増やしたい、まあ、フルですね。情報を増やしたい場合は、右クリックをすると、 はい、パック、スクワッシュ、デンス、ハイド、フルっていうのが選べるんですけど、フルにすると、えー、登録されているトランスクリプトが全部このように表示されるので、まあ、できるだけ表示してあげた方がいいですよね。で、HBB と HBD と非常に面白くて、これ実はちょっとカーソルで見えないかもしれないんですけど、GTEX と呼ばれるですね、組織別53種類の、えー、組織のですね、トランスクリプトームデータを 平均値にしてですね、発言量の、えー、バーとして表示してくれている、えー、トラックがあります。で、えっ、ー、と、例えばこの一番上のところはアジポースですかね。アジポース、フックアジポースとか、一番右はですね、ブラッドだと思うんですけど、ホールブラッドですね。という組織別のデータをバーで、この、ジノム地図上に見せてくれるという、まあ、変わった ビジュアライゼーションの仕方の一つなんですけど、ただ一瞬でわかることは HBB と HBD 全然違いますよね。ホールブラッドは両方しっかり発現しているのに、相対的に他の組織では HBD の場合は発現量が低いということがわかると思います。これはまあ当然で97%ぐらいホールブラッドの方はアルファとベータ、これベータですね。ベータとの4両体で、デルタとの4両体というのは非常に少ないので、 えー、ベータの方が多いと非常にバイオロジカルな情報を一瞬でこのジノム地図上で見ることができますね。しかも、えー、ベータとデルタというのは非常に近傍の領域でですね、えー、遺伝子として存在していることもこれですぐわかります。おそらくはまあヘ,モヘモグロビンクラスター、まあ、クラスターと呼ばれるほどの遺伝子手段いないかもしれないんですけど、まあ、そういう領域ということですね。染色体11番のこの辺りですね。 非常に重要な領域なんだなということがわかると思います。まあそういうことがわかりましたと。なんだこれ面白い。面白い図だと。保存しよう。というときに、先ほどの MyData、MySessions を選んで、今、ブラウザを消してしまいましたけど、ジジノムブラウザ消してしまいましたが、先ほどの情報というのは実は残っていて、ログインしていれば残っているので、そのまま ここに HBB&HBD みたいなセッションの名前を入れてですね。で、あとは共有するかどうかというチェックボックスがあるので、まあそれはお好きにしていただいて、まあチェックを外したり入れたりしてですね。そしてサブミットをしていただきます。すると、このようにですね。マイセッション、一瞬で切り替わりましたね。マイセッションに 今日の日の付と、そして、えー、これを公開するかどうかパブリックリスティング先ほどのパブリックセッションに公開するかどうかもここでチェックボックスで選択することができます、まあ、そのような形でですね、えー、保存することができるとすごくいいサービスですよね後から振り返ることができるわけです図の時にもうちょっと情報を足せばよかったなと今マイ、えー、セッション数をクリックしてみましたが、えー、先ほどのところですねこの 位置関係までですね、正確にこの領域を表示することができています。このようにして振り返ることができるというのがマイセッションスのとてもいいところですね。はい。というわけで、このお話が終わりました。はい。はい。名前を入れて、サブミットして保存すると。 でえー、とローカルマシンに保存するときも、ここにファイル名を入れると。まあ、実験ノートなどにですね、えー、ファイルを残しておけばですね、後からまた同じ図を作ることができるわけですね。はい。なので、おすすめです。はい。セーブ、カレントセッティングを行った場合には、マイセッションに保存してもらえますと、えー。保存期間はおそらくないと思いますと。ビューエディットをするとメモ書きも残せます。 この中身の内容、は後から見ても分かるようにですね、デスクリプションを書くことができますので、まあ、こちらも利用するといいと思います。はい。で、まあ、保存した地図がクリックするとよみがえるということですね。きれいによみがってますよということです。で、ローカルに保存するということが可能だという話をしましたが、この保存したファイルの中身を見てみたのがこちらになります。これちょっとはしょってるんですけど、 イカ略してしまってるんですけど、このようにですね、セッティングの情報全部載ってるんですね。人間が見てもわかるような形で載ってるので、これを真似すれば実は同じセッティングができますよということなんです。なので、ファイルで保存するというのは実は、ノートとして残すだけではなくて、あるファイルの中身を知ることでですね、一体どうやって UCSC ジノムブラウザで見せてるのかということをハックすることができるということですね。 これ、サイトバンド、サイトバンド医療というのがハイドになっているし、DB は1時1 9を使っていると。一致してますよね。まあ、そういう情報を閲覧することができるようになっています。で、これを作ってですね、セッションをアップロードしてやればですね、同じものが必ずできます。はい。まあ、利用していないトラックの情報まで非常に細かく情報が記載されている。このファイルをマイセッション 巣の中にあるリストアセッティングの Use Settings from Local File ですね。こちらから読み込ませると同じものが復元できるということです。こちらですね。えー、my Sessions に戻りたいと思います。そうすると、ここですね。リストアセッティングスで、えー、Use Settings from Another User's Save Sessions とか、えー、Use Settings from a Local File ですね。 ローカルファイルをアップロードすると。こちらでダウンロードしたですね、ファイルをこちらでアップロードしてやれば、えー、復元することが可能であるということですね。まあ、そういうことができるサービスになっています。はい。というわけで、えー、資料1つ目が終了しました。資料2に移りたいと思います。はい。い、えー、よいよですね、Blood とインシ e e p c r を使ってですね、配列を検索していきたいと思います。はい。BLAD というのはですね、何かということなんですけど、皆さん、BLAST はよくご存知だと思います。で、こちらを一応拘束したツールとして開発されたのが BLAD になっています。で、UCSC ジノムブラウザで使えるものですね。で、実はローカルにもインストールすることができますので、でローカルでも非常に快適に利用することができるツールになっています。で、NCBI をはじめとしてですね、 まあ、ジ,ジジジェノムとか、まあ、そういったツールでもですね、配列検索できるじゃないかと思われる方いると思うんですけれども、いくつかですね、得意な点というのがありますので、まあ、そちらを考えていただければ、まあ、ブラッドにも利,利点があるのではないかなと思います。で、それは何かということですね。一つはスピードです。ブラストよりも速いということですね。数秒でのオッドオート。と ただですね、その代償としては、相動性の深さ。この総動性の深さって分かりにくいと思うんですけど、いわゆるファミリーワイズにですね、遺伝子を渡っていけるかというと、そういうものは、えー、ブラッド向きではありません。まあ、単純な相動性として、えー、ジノムの中の配列を比較する、データベースを比較するということになります。あとは、同時に多数のクエリーですね。えー、ファースタフォーマットの中に、えー、複数の延期配列を入力として、 えー、送信すると一気にやってくれます。あとは、えー、5種類の出力相当オプションというものが存在します。これ後ほど紹介します。えー、UCSC ブラウザへの直接リンクですね。えー、なので、ジノム地図上でですね、結果を見ることができると。まあ、UCSC じゃなくても、ブラストでも同じようなことはできなくはないんですけど、まあ、ちょっと直接リンクではないですね。はい。ブラッドの方が UCSC、ジノムブラウザとの接続は直接なので、えー、非常に簡単に地図上で見ることができます。あとはですね、アライメントブロックですね。これが、まあ、ジノムの地図上できれいに見えるということですね。えー、カスタムトラックの一部として、アライメントを後で起動することができると。先ほどご紹介した通り、マイセッションに保存しておいたり、あとは、えー、結果をですね、カスタムトラックで作っておけば、 カスタムトラック上でですね、あとで他のデータと比較するということが可能になっていきます。はい、あと、BLAD ですね、もっと細かいお話はここに書いてあるんですけれども、実はですね、BLAD は最近のアライメントソフトウェアと同じように、インデックスをですねメモリ上で保持して検索するプログラムになっていて、なのですごく高速です。 現代的なものにそんなに劣らないぐらいですね、高速な配列探索を実現します。で、そのために必要なラムというのは 2GB になっていて、タンパク質の場合は 2GB をちょっと超えるぐらいのメモリを利用します。なので、ローカルマシンでも全然いけるんですね。そういう特徴があります。で、あともう一つ重要な点として、これがご存知の方は多いと思うんですけど、 ブラッドは25円基以上なんですね。なので、えー、とても配列調を必要とするんです。えー、25円基以上で類似度95%以上ということは、パーフェクトマッチで20円基以上ぐらいのですね、えー、配列じゃないとちょっと検索することができないという背景があります。で、えー、とブラッドはそうなんですけれども、実はインシリコ PCR は25円基以下でもいけます。 そういう違いでブラッドを使うのとインシリコ PCR というのはちょっとだけ違いがあるということを覚えておいてください。で、今回の例ではですね、34塩基の塩基配列を検索用の文字列とし,列として与えるという形で実現していきます。はい。というわけで UCSC の上面からツールブラッドを選択していきたいと思います。あごめんなさい。ツールのブラッドですね。こちらを選択していきます。 ですると、こちらにですね、えー、配列の入力ウィンドウがありますので、こちらに延期配列を入力していくんですけれども、ここにエグザンプルとしてですね、わざわざですね、用意してくれているものがあるので、これをコピーしてみたいと思います。コントロールコピーでペーストします。配列が入力できました。で、この配列入力の時にちょっとおすすめとしては、ファスター形式にするということですね。えっ、ー、と、SOD1 の配列らしいので、HumanSOD1 と入力してですね、えー、例えばまあ、えー、今回でしたら AJAX、えー、AJAX15 みたいな、えー、情報を入れておいてですね、えー、入力したいと思います。アセンブリはそうですね、1G38 にしてみましょうか。でクエリタイプは、えー、これファスタなのでファスタ選んでもいいんですけれども、えーあ 違違う違う DNA 選んでもいいんですけど、これ、ブラッドが勝手に推測してくれるので、このままにして、えっ、ー、と、ソートアウトプットをいろいろ選択することができますが、まあ、とりあえずこのままにして、そして、えー、ファイル形式ですね。5つのファイル形式があると言いましたが、まあ、ここで写ってるのは4つなんですけれども、他のを選択すると、また1つ増えるみたいで、えー、アウトプットタイプがまあ4つから5つ使えるということですね。 はい。とりあえずこのままでいってみましょう。で、今回ですね、えぇ、ー、サブミットとア f ムフィーリングラッキーがあるんですけど、まずはアイムフィーリングラッキーをいってみましょう。これはトップヒットのみをですね、えー、もうダイレクトに表示してしまうと。結果を、えー、複数見せるんじゃなくて、もうトップヒットを信頼して、えー、そのまま直接、えー、次のページへ行ってくれというのがアイムフィーリングラッキーです。Google と同じですね。で、こちらを選択するとですね、先ほどの えー、SOD1 の配列とマッチした部分がですね、ジノムブラウザー上で閲覧することができます。実はですね、この黒いバーですね、Your Sequence from Blood Search と書いてありますよね。なので、こちらが今回投げた配列になってくるわけですね。ちゃんと AJAX-15 って書いてありますね。HSOD1 と。ちょっと見にくいと思うかもしれません。えっ、ー、と、 そうですねズームアウトしましょうか。1.5倍、3倍、10倍。はい。この領域ですね。えー、先ほどの35ベースはこの領域、SOD1 の5プライム UTR に上流ですね。こちらに設計されている。まるで、まあえー、プライマーの設計のようにですね、あのいいところに、えー、配列を用意しましたね。まあ、このように、一体 SOD1 のどこにあるのか。 ということを、まあ、見ることができますね。で、例えば SOD1 の発現量というのが、まあ、ほぼ指き出すですね、えー。スーパーオキサイドってどこでもできると思うので、まあ、ユビキなのかなという気がします。まあ、そういう情報を見ることができる。そして、えー、とブラッドの結果というのは、えー、このようにですね、ジノム上にこう、直接ですね、 反映させることができるというところが非常に売りの一つになっています。はい。というわけで、えー、実習書の通りに I'm feeling lucky をしてみました。はい。ちょっと画面があの違うと思うんですけど、それはちょっとご了承くださいあの。セッティングが違うだけの問題なので、えー、実習環境と私の環境でちょっと違います。はい。 検索文字列として、このようにですね、黒いバーで示されました。これを色を変えたりとかもできます。SOD1 のジェンコードの遺伝子がこのようにありますよと。レフセックもこのようにありますとで。ズームアウトをしてみました。ズームアウトした方が構造、遺伝子構造と比較しやすいですね。遺伝子構造と比較してみると、このようになりますとで。この時にまに図をですね、もう少し 編集してみたいという時は右クリックをするとこのようにウィンドウが現れます。なので縮約した情報を広げたい場合はフルを選んでいただくとより詳細な情報がそれぞれのトラックですね。この行のことをトラックと言いますけれどもトラック単位でそのセッティングを変更することができるということですね。こちらの図の場合だと指数領域を 示すですね、ヒストン就職ここにヒストン就職の、えー、ランドスケープがありますね、えー、とのオーバーラップがこの配列の部分だとここにありますよねそれからエンコードの CCRE ですねこれはシス・レギュラトリー・エレメント略して CCRE なのでこのシスの領域とのオーバーラップもこの今回ブラッドで検索した配列というのはあるなということを眺めてやることができます というわけで、さらに、ブラッドの解釈に戻りたいと思います。I'm feeling lucky をしてしまったので、他にヒットがあったのかという情報を無視して、ブラウザ上で拝見しました。では、このサブミットの方をしてみましょう。サブミットします。するとですね、やはり一つしか結果は返ってきてないですね。このブラッドの特徴としては、ブラストと違って、結果がですね、非常にシンプルなテーブルで返ってきます。 えー、ブラストの場合は、そのいわゆるサイドバイサイドのアライメントの情報も表示されるような形になっていて、ちょっとビジーだと思うんですけど、ブラッドはですね、デフォルトでは非常にシンプルなテーブルで出てくるというのも特徴の一つです。で100%アイデンティティ、塩、ま、基、あ、が全部当たってるよということですね。で34塩基の場合は、スコア34というのが最大になってきます。まあ、そのような配列が染色体21番の、えー、スタートからエンド。 この領域で見つかかりりまましたよとということがわかりますで。先ほどのブラウザの画面を見たい場合このブラウザそれから次にご紹介しますディテールですねこの配列についてもう少し詳しい情報を抽出したい場合はこのディテールというのをクリックしていくことになりますはいえー、っと で先ほどですね、結果をそのままカスタムトラックに保存するということをお話ししたと思うんですけど、それがこちらの画面で可能になっています。こちらですね、Build a Custom Track with these results ということで、今回の先ほどの SOD1 の 5'UTR 側にアライメントされたという情報をカスタムトラックで保持しておきたいということでクリックすると、 g o o t トラックコントロールに行ってサブミットするとちょっと重複になって恐縮なんですけどこのようにカスタムトラックを保存することができましたで実はですねこのカスタムトラックを保存するとですねこのように画面の下のところのトラック情報の中に新しくカスタムトラックスという 項目ができてですね、その情報を操作できるようになっていくわけですね。例えばこれをフルの情報にすると、リフレッシュすると、まあ、全体の情報、ここに登録されている全体の情報が今表示されました。まあ、変わらないのであの、変わってないんですけれども、そういう操作ができるようになるということですね。はい。というわけで、 えー、カスタムトラックのお話になりました。で、このカスタムトラックですね、えー、期限が48時間、違ったかな、何時間かで消えてしまいます。なので、えー、これを保存したい場合は、繰り返しになりますが、マイセッションスでセッションを保存してください、えー。それを保存しないとカスタムトラック消えてしまいます。これは忘れないようにしてください。はい。という形で、えー、なんとブラッドの結果をですね、えー、まるで 今まであったデータかのようにですね、カスタムトラックで保存して、そして他のデータと比較することができるということです。はい。というわけで、これを、このブラッド使うと想像できるのは間接的にこのジノム地図上に何らかオブジェクトを置いて作画ツールとして、さっきのハートマークみたいな作画ツールとして使えるなということをちょっと分かっていただいたと思うんですね。そういうことに使えるわけです。 まあ便利だなあということです。で、じゃあ待って、ブラストと同じように、ちょっとサイドバイサイドのアライメントも見たいよという人もいるかもしれません。で、その場合はですね、先ほどの結果のところにちょっと戻っていただいてですね、はい、ブラウザの戻るボタンで、あの、不用意にクリックしてですね、戻っていってますけれども、えー、全然大丈夫なんですね。 えー、このディテールですね。ディテールのところをクリックしてやると、実はサイドバイサイドアライメントもきれいに表示されるというわけなんですね。これ実はサファリだとこれきれいに表示されないんですよね。このつながっているところがうまくアライメントされてないので汚くなるんですけど、いや、さすが Google Chrome、きれいに表示されますね。まあ、こういうことができるということです。で、さらにこのブラッドのいいところ、ブラストに比べていいところが一つあるんですね。 前後の配列200ベースをですね、このように付け足してくれるんです。ここが今回のクエリーの配列ですね。その上流200と下流200を付け足してくれます。なので、例えば、このプライマー前後の配列もやっぱり知りたいなという時なんかも、こういう配列検索を使うとその前後を明らかにすることもできるわけですね。もしくは、この上流にある シスエレメントの配列が欲しいというときも200ベースまでなら一気にブラッドで簡単に取得することができます。これがあブラッドがいいところの一つですね。はい。あとは、えー、後々ちょっとやるんですけれども、この与えた配列のですね、前後の配列、これをギャップとして、えー、ジノム配列に当てたときのギャップとして、この水色で表示するんですね。で、もしくは、 例えば、えー、ギャップのある配列をブラッドに投げたときに、このギャップの部分、イントロンの部分と、えー、考えてですね、えー、ギャップの部分はすべてこのように水色で表記します。エクソンエクソンジャンクションの間の配列というのは、ジノムの場合は分かれてしまいますよね。そういう部分がアライメントされた場合、その端っこの部分は必ず水色で表記してくれるという、ブラッドならではの特徴があります。 これを利用すると、エキソンエキソンジャンクションが一体どこにあるのかっていうのをブラッドで検索することで見つけることができます。というのを少し後ほどやってみたいなと思います。はい。というサービスになっています。ではですね、インシリコ PCR に行きたいなと思います。インシリコ PCR ですね。えー、ブラッド結構使えるじゃん。じゃあ、インシリコ PCR いらないんじゃねえ っていう方結構多いんですよね。で、実はですね、ブラッド、先ほどもご紹介した通り、20円期以上のパーフェクトマッチが必要なので、短いプライマー、例えば QPCR のプライマーで18ベースとか使えますよね。15ベースも使うこともあります。まあそういう短いプライマーを設計する場合にですね、えー、ブラッドを向いてないんですね。あとは、エキソン・エキソン・ジャンクションに直接引っかかるようなプライマーを設計する。そういう場合だと、えー なかなか、えー、難しくなってきます。ブラッドだと,、えー、とギャップで、えー、うまくつかまないこともあると思うので、まあ、そういう場合はやはり短い配列にも強いインシリコ PCR ですね。そちらの方が感度が高いので、えー、やはりプライマー向きという意味では、えー、インシリコ PCR が良いでしょう。はい。で、先ほどちょっとご紹介したような受託会社の設計プログラムと,とのお話ですね。 まあ、やはりカスタムでですね、自分で、えー、いわゆる公共のサイトでですね、作るというシチュエーションは今でも実験の、えー、ステージでですね、あると思いますので、活用できるんじゃないかなと思います。というわけで、ツール、インシリコ PCR を選択していきます。えー、っと、はい。ツール図でインシリコ PCR を選択します。すると、結構シンプルでわかりやすいんですよね。アセンブリーと、 えー、対象ジノムと、えー、ターゲットですね。こちらだけコツがあって、ジノムを選択するか、えー、RNA の配列を選択するかで、えー、エクソン・エクソン・ジャンクションの部分だと、えー、RNA のところを選択しないと引っかからないプライマーがあるので、そういった意味で、ターゲットをここで選択すると、えー、ヒット、ノンヒットっていうのが生まれてきます。なので、えー、そういう部分をちょっと加味してですね、えー、選択した方がいいと思います。であとはまあ、 普通の PCR 設計と同じようなものですね。リバースプライマーの部分をフリップしたい場合は、これをフリップを入れてやれば、ここにコンプリメンタリーシークエンスを入れなくても、フリップでいけるという非常に便利なものになっています。今回、フリップでやってみたいと思います。はい。はい。それがこのお話ですね。 えー、ではです、ねまあ、プライマーを自然な順序で設計するには、ある遺伝子名だけ分かったときにです、ね、どうやってやるかということですね。でまずターゲット遺伝子を UCSC ジノムブラウザーで確認して、mRNA 情報を取得すると。でその後 mRNA のエクソンジャンクションを調べるためのブラッドを、えー、実行して、でえー、エクソンジャンクションが分かれば、そこを挟み込めばいいので、えー、インシリコ PCR を 実行してプライマーを設計するという手順でやればいいなと思います。はい、まずですね、えー、ターゲット遺伝子名を入れます。BLAD ですね。BLAD で、えー、ターゲット遺伝子名を入れていきます。UCSC ジノムブラウザで眺めたいと思います。えー、ATF3 という遺伝子を選んでみたいと思います。そうすると、ポップアップで え、情報が出てくるので、クリックすると、すぐさまですね、ATF3 遺伝子を眺めることができます。はい。え、この ATF3 遺伝子のですね、スプライシングバリアント全部見たいので、え、右クリックでですね、はい、このフルというのを選択します。するとですね、隠れているものも全て見えてくれるので、ATF3 遺伝子座にどんなトランスクリプツがあるのかということを 眺めることとができると思いますこんな感じでですすすねねねいいっぱいあります、ね、実はえここです、ね、ここが、えー、ATF3 のメインの、えー、転写開始点です。ということが僕は研究をしたことがあるので知ってるんですけどおお、えー、よその人は知らないです。でその場合ですねここに設計したいと思う方もいるかもしれません。フルの ATF3 長いやつですね。 という方もいると思うので、まあ、ちょっとここをクローズアップしていきたいなと思います。シフトを押して、左クリックをした、するとですねこの、この領域をズームインすることができます。はい。そうすると、非常に長い5プライム側がですね、えー、上流の5プライム側を閲覧することができました。 1> でえっと、第1エクソンと第2エクソンを、ま、全く配列をプライマーに設計することを考えるということを行えば、この配列とこの配列をつかむことで別の、えー、トランスクリプト、スプライシングバリアントを引っ掛けることがない状況で PCR をかけることができますよね。まあ、そういうことを考えますで。その時にですね、この画面上で右クリックをしてやると、 Get DNA from NM なんちゃらというものと、show details for NM なんちゃらというウィンドウが出るんですよね。で、これを選択すると、この mRNA の配列の取得にちょっとつながっていく形になっています。で、なので、えー、例えばですね、これ非常に長いトランスクリプトですね。で、これを右クリックするとですね、 もう見えてくれないな。頑張れ。おお。ウィンドウが開いてくれないですね。NCBI フルだな。えっ、ー、と。 ジェ,ンコードジェンコードのバージョンショで一時有機になってたりしないなしないなキーファムいいんじゃないちょっとですねバージョン41にしてフルにして 右クリックができないのはんでだろうあ出た <laughs> 出ましたはいこちらの詳細のところでですねそのシーケンスの情報をですね取得するためのウィンドウが開きます で、実はこの getDNA フローを選択してしまうと、えー、ジノミック DNA、この領域のジノミック DNA を一括で取得します。で、そちらも実習初年法には書いてあるんですけど、そちらを選択してしまうとすごく長い道のりになってしまうので、この showDetails for、こちらを選択します。で、えっ、ー、と、すると、まあこんなような形で情報が出てくるんですけれども、 えっと、これは、アンサンブル ID が出てくれるはず。はい。アンサンブル ID に対するリンクをですね、取得したいと思うんですけど、アンサンブル、アンサンブル、アンサンブルのリンクが、s e q u e リンクでいけるかな ここでいけるのかな。ミニプロットに行っちゃうねはいちょっと時間がないので <laughs> えっとそうですねレフセックの方にしたいな レフセックのフォルにして染料 RNA って書いてました。そう <laughs> ですね、あそこに一回カーソルを置いたほうがいい、そこはシビアです、<laughs> 反応<が>そうですね、収容ですね。 けどはい、ごめんなさい、この配列でいきたいと思います。はい、ちょっと実習の PC だと、このカーソルがでかい分でピーキーなのかもしれないんですけど、右クリックを押すと、えー、レフセ s クの ID に対してですね、リンクが表示されるので、このリンクをですね、クリックしてやります。すると、NCBI のウェブサイトが開くんですよね。 で、ウェブサイトが開くと、ファスタファイルを選択するところが出てきますので、こちらをクリックします。で、そうすると、もうすごく素早くですね、えー、mRNA の配列が取得できるわけですね。ちょっと実習書と違う mRNA なので、結果が変わるのをご容赦いただきたいんですけど、これをコピーする、もしくはですね、センドトゥーのところを押すと、ファイルで保存することができます。 で今回僕このファイルをですね、えー、この実習の PC に一応ダウンロードするんですけど、ちょっと使わずにですね、えー、コピペでいきたいなと思います。このようにですね、えー、ファーストファイルをダウンロードすることができます。で次にですね、えー、ツールズでもう一度ブラッドに行っていただいて、ブラッドの配列検索を行います。で、この時に、えー、HG38 ですね。で いいですね。この状態で、ファスト形式で、えー、サブミットしてやると、このようにですね、配列がヒットします。で、先ほどの要領でディテールスを押すと、まあ、トップヒットの100%のものに対してディテールスを押すとですね、えー、このように配列が表示されてですね、いわゆるエキソン・エキソン・ジャンクションがこの水色のところでですね、水色の塩基同士のところで分かれている形になります。だからここが、 1> 第1エキソン、第2エキソンという形ですね。というので、あ、ここまでです。ごめんなさい。第二エキソンという形で設計できるので、えっ、ー、と、このエキソンジャンクション間でですね、プライマーを設計してやれば、ここを挟み込んでですね、イントロンの長さにならないように PCR がかかればグッドなわけですね。 なので、この両脇にですね、PCR プライマーを設計するということを行っていきます。で、えっ、ー、と、今回ですね、今右クリックがうまくいかなかったので、ちょっと、結果がこの実習書と変わってしまうのが嫌なので、プライマーはですね、私がすでに設計したものを選択してみたいと思います。で、えっ、ー、と、ちょっと資料が飛ぶんですけれども、 ごめんなさいはい先ほど保存するところですねこれをやったところですで2パターンここ用意しているので1パターン目は、えー、除いてですねはいここまでいったわけですねでその結果ですね、えー、プライマープライマーの設計をですねそのジャンクションの間で 前後でですね、プライマーをちょっと設計します。で、これ設計したプライマーなんですけど、ファーストトライのプライマーと、セカンドトライのプライマーを、UCSC ジノームブラウザでちょっと見てみたいなと思います。はい、ツールズでインシリコ PCR に行きます。で、HG38 で、えー、ターゲットをですね、遺伝子なので、ジェンコード G にして、で、前後のプライマーを さっきのジャンクションを挟み込んだプライマーを設計したと仮定してですねペーストしてやりますするとこのようにですね ATF3 遺伝子の遺伝子座に引っかかった176ベースの PCR プロダクトと推定されるものが2種類出てくるわけですねで実はこのドット8っていうのはえっとアンサンブルの方には登録されていてジェンコードには表記されていない フルレングスの ATF3 になるので、えっ、ー、と、私が設計したのはこの6の方なんですね。まあ、それが、えっ、ー、と、しっかりとですね、えー、ヒットしているような形になります。はい。というわけで、PCR の結果が、Your Sequence from PCR Search ということで、この ATF3 の遺伝子座のところに、 えー、表示されましたこのようにですね、えー、PCR がどうやってかかるのかっていうのを、ジノムブラウザ上でエクソンのジャンクションのところにちゃんと第1エキソンと第2エキソンのジャンクションのところでかかるよという様子を、えー、インシリコ PCR で実現することができるということになります。はっ、い、っちゃった上に えと長くなってしまったんですけれどもインシリコ PCR の結果はそのような形になります。実習書で、えー、と何ページかな ?19 ページまでですね。19ページまでが、えー、今までのお話になります、あのー。先ほどですね、少し右クリックがうまくいかなかった現象についてですね、さっき試してたらなんかうまくいくことがよくあったんですけど、あはい、いきましたね。 はい、なんかちょっとカーソルの位置の合わせ方にコツが必要なのかもしれないですねまあいつもはそんなことはないんですけどねでえっと先ほどですねジェンコードの方を選んだ時に小ディテールで、えー、mRNA 配列を取得するところですねこの飛んだリンクのディテールのところで mRNA を選んでいただくと こちらのリンクをクリックしていただくと配列取得できるので、まあ、こちらでも、えー、可能だというお話です。はい。というわけで、まあ、インシリコ PCR は、一応そのエクソン・エクソン・ジャンクションを捉えればですね、その前後で、まあ、まずは 50%GC ぐらいでですね、えー、設計してやって、プライマーを設計して、インシリコ PCR に何,だ何回か投げてやれば、うまくいくという話ですね。どんな配列が えー、PCR プロダクトとして現れるかも、えー、ジノム上で描くことができるということになります。はい。というわけでですね、えー、さらに実習の3番に移っていきたいと思います。ちょっと実習の資料にはですね、付加情報が多いので、えー、先ほどの情報以外もたくさんあるんですけれども、少し、あの、スキップさせていただいて、えー、肝心のですね、 公共データと比較した図を作るというところを皆さんにお届けしたいなと思います。はい。ではですね、UCSC のトラックハブというものを使っていきます。これはですね、様々な公共データが登録されているものになっています。で、ゲノム地図上にですねオ、オリジナルデータを載せた後、またこの公共データを一緒に載せてやってですね、論文のフィギュアを作るということですね。そういうことができるということになります。 はい、まずはです、ね、トラックハブからテストデータを作るというところから行っていくのが、まあ、本来なんですけれども、そちらをです、ね、ちょっと UCSC ジノムブラウザからデータをダウンロードするというところを含めてです、ね、ちょっとやっていきたいなと思います。で例としては ATF3 の先ほどの遺伝子のチップセックデータ、こちらをダウンロードしたいと思います。で このトラックハブにはですね、およそビッグウィックファイルとビッグベッドファイル、この2つがバイナリーデータとして保存されているような形になっています。で、もし自分のオリジナルデータの場合ですね、バ、ま、ム、あ、ファイルが多いとは思うんですけれども、これをユーティリティスクリプトでですね、変換すると読み込むことができます。ただ、今回ですね、この操作をですね、ターミナルでやるということはちょっと実習ではやらないんですけれども、そちらも少しご紹介します。 で、その変換したファイルを UCSC にアップロードすると。そして、その形式として、まあ、ビッグファイルというものがあって、で、もう少し簡単なものでは、テキストファイルでベッドグラフというのが、この変換する前のものがありますので、こちらも入力として受け付けます。そちらをちょっと今回、皆さんに見える形でお示ししたいなと思います。 そこにですね、実は設定ファイルというものを書き込むんですね。はい。まずはトラックハブに移動します。マイデータからトラックハブに行きます。で、サーチタームのところに ATF3 ですね、ターゲットの遺伝子。それから、アセンブリに h g 3 8を押してサブミットをしてみたいと思います。トラックハブですね。 ゲーはいここに ATF3 と入れます 1G38 にしたいですサーチはい、えー、今これ結果なんですね、えー、エンコードのデータがいくつか かかっててユニバインドというものと UCSC リピートブラウザーというものがありますね。で、今回は、えっ、ー、と、この DNA トラックハブの方をクリックしていきます。で、そうするとマッチングアッセンブリーが1つ当たり前ですね、1G38 ですから。で、えっ、ー、と、それに対してですね、チップセックデータ、ターゲットの ATF3 が存在しますね。はい、このようにですね、 なんと、たくさんの ATF3 のチップセックデータが閲覧することができます。で、今回、どれにしようかなと思うんですけど、リバーでいきましょうか、32歳リバーのデータ、これをですね、見ていきたいと思います。 えー、コネクトというのを押すとですね、ゲートウェイに戻るんですね。で、えっ、ー、と、ゲノムブラウザーに戻っていただきますと、先ほど見てた遺伝子座のところに飛ぶんですけれども、ATF3 の遺伝子座見てましたよね。で、そこにですね、飛んでくれます。時間がかかるようになってきましたね。おっと、しかも、アジアのブラウザーでは ATF3 になってないですね。ごめんなさい。ATF3 に飛びます。 はい、ミラーサイトとですね、本家のサイトでは、このようにですね、えー、アクセス情報が違うので、私が先ほどまで ATF3 にアクセスしてた情報じゃないページがこのように表示されてたんですね。なので ATF3 を見ました。でえー、とするとですね、先ほどのエンコード d n a トラックハブが上のところに来ていて、えー、先ほどのチップセックデータですね、えー、こちらのターゲットというものとバイオサンプルというものがあります。で これをクリックするとですね、今コネクトしてるからここに見えてきてるんですね。そして ATF3 があります。はい、えー、この ATF3 をクリックしておきたいなと思います。そしてサブミットですね。はい、そうすると。 一番上かなはい。ATF3 のチップセックのデータが来ましたので、フルで表示してみたいと思います。ドーンとフルでいきましょう。おっと、見えないですね。えっ、ー、と、ZNK562 のデータでは見えないので、 バイオサンプルでいけるってことはないような気がしますがちょっと待ってくださいねうん見えないなもう一回ちょっと ATS3 のトラックに来たと思いますターゲットの コよくとされてるはずだから見えるはずですね。あれ何か操作間違ったかなちょっとちょとはい、ETF3 のターゲットのところを見据えたところですね。 でそうするとここに見えてくるはずなんですけどあもうちょっとズームアウトしてみましょうかね。ここ見やすいようにデンスで。 なぜ ZN だっけあ、HG19 になってますね。ごめんなさい。恐ろしい。ミラーサイトを変えたがためにちょっと HG38 から HG19 になってました。見える情報がジノムバージョンで違うんですよね。トラブルが起こりました。ごめんなさい。はい。はい。 当然ですけど、h g 3 8のチップセックのデータを検索していたので、h g 1 9のサイトでは見えてこないつなんですね。はい。というわけでですね、えっ、ー、と、ちょっと実習書とまた違うものが見えてしまってるんですけれども、えー、このようにですね、チップセックのピークが 結構 K562 のデータだと少ないしかも ATF3 じゃないやつが表示されてしまっていますねん何かがオンになってる。 これだはいごめんなさいえー、これでサブミットしてやるとエーティ ATF3 のみになってくれるはずエーティ ATF3 のみになってくれてるのは CTCF になってるのなぜでしょう 困ったちゃんですねはいまあ CTCF でもいいんですけれどああでも収所とちょっと違うのをやってしまうとつらいですねこれはもう排除してしまいましょうえー、っとなぜか ATF3 の ターゲットが見えていない。おお。おお。 x p スパッツん ?38 になってますね。あれ ?ATF3 が映らないですね。ちょっとマイデータに行ってですね、えっ、ー、と、私があらかじめやってる <laughs> ATF3 の、えー、図をトラックで読み込みたいと思います。ごめんなさい。なぜか ATF3 が表示されないのな何でなんだろう。 えでもが映らないアタ,ックあアタックはありますがリマップのチップセックはあるんですけど ATF3 チップが映ってくれないすいません ちょっとですね、面白い図なので実現したいんですけれども。お仕事か。 はい、ここに ATF3 のチップの情報があるんですけれども、本来トラックをショーするとですね、えー、ATF3 のチップが見えてくれるはずなんですけど、なぜ今映ったんだ。はい。で、えー、ATF3 のチップの情報を先ほどのトラックハブからですね、公共のデータから、えー、と選択するとですね、このように。えーと チップセップククのピークが見えてきますで、ATF3 という転写因子がどこにくっつくくっついているかというのを見ているわけですね。で、これは ATF3 の遺伝子座なの,なので、ATF3 が ATF3 に働いているという面白い図になっています。で、えっと、これを見る限りですね、えー、今、水色でハイライトしている部分なんですけれども、水色でハイライトしている部分がピークとしてまあまあ強いですよね。こちらの この辺りも結構強そうなんですけど、これ実は、シフトプラス、左クリックをするとですね、ドラッグセレクトというのが出てきて、えー、アドハイライトというのをクリックすると、デフォルトは水色でハイライトされて、えー、フィギュアの作るときのですね、強調的な図を作るときに役に立つオプションの一つですね。で、そうするとですね、 このような3箇所ぐらいで、えー、チップセックのピークが見られて面白いなと思います。で上流と言われるとここですよね、えー。どうやらプロモーターとかエンハンサーみたいなのがありそうな、そんな雰囲気を醸し出してますよね。でエンコードの CCRE、シスレギュラトリーエレメントの情報を見てもオーバーラップしてますよね。こちらもしっかりとオーバーラップしてきてますし、赤いところはですね、えー、エンハンサーマークが非常に固まっている領域なんですけれども、えー、その 領域がここにオーバーラップしてきているので、まあ、おそらくクロマチンループを作ってですね、ここがインダイレクトに ATF3、ここがダイレクトに ATF3 結合してそうですよね。まあ、転写インシマンだと、やっぱりそういうことをこう想起させるような図というのは作りたいと思うんですけど、まあ、そういうのをこうチップセックのデータから、えー、を載せることで、ですね、えー、公共のデータからも確認することができるということですね。で、えー、とこのようなデータからですね、 えっとこの本来ですね、この ConfigureATF3 Reverse Signal というのをこうちょっとクリックしてやるとですね、このようなえ図が出てきてですね、トラックの設定がすごくたくさんできるような形になるんですけれども、この右側にある このスキーマというところをクリックしてやるとですねあこちらですねこちらの ATF3 のリバーのシグナルを見せているところのこのスキーマというところをこうクリックしてやるとですねまあそうすると、えー、そのデータがどこから来ているのかこの ATF3 リバーのシグナルがどこから来ているのかということをこう、えー、見ることができますでそこをちょっとやってみたいなと思います で、今回ですね、ATF3、うん、のシグナルがなぜか、これですね。これ DNS だな。困ったちゃんだな。えっ、ー、と、もう一回やってみましょうか。トラックハブの、エンコードトラックハブに接続していて、で、と、この状況で、 エンコードトラックハブのチップセクターゲットのところをクリックします。いや、応答が。はい、ATFC をフルで表示します。 サブミットしますこれ ATF3 じゃないのか。えー、っと、あー、ATF3 シグナル来ましたね。はいこ。このような形で、なんか2回クリックしてるからか、いっぱい ATF3 のトラックが今現れてきましたね。はい。で、えー、っと、 このデータのですね、出生を知りたいときにです、ね、ちょっとこれを右クリックしてやるとですね、えっ、ー、と、えー、コンフィギュア、えっ、ー、と、こちらかな、トラックセットの方を選択すると、ああ、レスポンスが回すいな。はい、このように。 トラックのです、ね、詳細情報を編集するページが出てきてですね。で、さらにですね、この ATF3 のチップセックの情報がたくさんありますので、その中から見せているものをこう表示してくれてるんですね。で、今、HEPG2 とかちょっといいので、ATF3 リバーピークを見ているような形にしました。で、さらにですね、このスキマというところを選択します。 するとですね、このデータがですね、一体どこから来ているものなのかということを見ることができます。はい。で、実はですね、ここにビッグウィックファイルというのがありますね。実はこのデータを読み込んでるんですね。エンコードのウェブサイトの中にあるフォルダーがあって、サーバーの中のフォルダーにビッグウィックファイルを ウェブ上に置いているところがありますで、そちらを UCSC ジェノムブラウザを見に行っているという形になります。なので、えー、とこれを仮にですね、これコピーして、えー、ダブルゲットコマンドとかでダウンロードするとですね、このファイルをですね、えー、ローカルに保存することができます。なので、えー、このデータが仮にですね、自分のチップセックデータだと思っていただいてですね、えー、編集してですね、えー 私は、この実習所の中でですね、このダブルゲットでデータを取ってですね、で、その後ですね、ちょっと操作をするんですけど、ビッグビッグトゥーベッドグラフというコマンドを使って、ここですね、この ATF3 のチップセックデータをベットグラフに変換しました。というところはちょっと、今、ここではできないので、えー、3分クッキングになってしまうんですけど、 このベッドグラフ、作ったベッドグラフの中身をご覧いただきます。で、そうすると、このような形でですね、えー、染色体情報、それから、スタート位置、エンド位置、その後、グラフのスコアですね。チップセックの値って MAX などで解析しても必ずスコア出てくるので、そのスコアを 後ろに載せてやります。非常に単純なファイルですね。このファイルが保存されています。先ほどのチップセックデータで、それに加えて、今ここに加えているヘッダーは、私が適当に作ったものです。染色体、それからスタート位置、エンド位置ですよね、スコアですよねというヘッダーと、それからベッドグラフの設定ファイルですね。ブラウザポジション、 ブラウザーはどこに見せて欲しいかというと、まあ、ATF3 全長あたりを載せて、それから、えっ、ー、と、ハイドとオールを選択できるようにしてください。それからトラックタイプはベッドグラフです。このファイルスタイルは何かというのでベッドグラフ。で、名前を与えます。ATF3 チップ。えー、今、ATF3 チップのままだったらちょっと語弊があるので、なんか、 AJAX みたいなの入れといてあとは詳細情報ですね ATF3 のチップ失敗しないでみたいな書いておいてでえっ、ー、と可視化情報としてはフルで見せて、えー、色を選択してる感じですねで色を選択して えとそれ以外の色の選択肢として、えー、ともう一つ与えておくということをちょっとやっています。まあ、こういう、えー、上の方にですね設定ファイルを付け足してあとはスコアデータをですね入れてやるということをすればベッドグラフの情報が完成します。でこれをまあ、えー、と保存しておいてあとは全体をこうコピーしておきます。 で、えっ、ー、と、次にですね、えー、これを、まあ、自分のデータかのように扱うということで、えー、カスタムトラックスというところに行ってですね、えー、カスタムしていきたいなと思います。あと、カスタムトラックスを選択して、これが自分で取ったチップセックデータを入力するということですね。えー、ここに先ほどのベッドグラフの情報をペーストします。 こんな感じですね。スコアの行だけじゃなくて、このように設定ファイルを簡単に書いてあげるということですね。それでサブミットをしてあげます。するとですね、えー、失敗しないでという詳細書きが書かれてあるですね、データがこのようにしてインポートされました。で、また消したい場合ですね、この ククリックボタンのデリートを押してやると、まあ、消えますので先ほどの ChipSec2 のデータをデリートしてやれば消えます、はい、ではですねこれちょっとあの見ていきたいなと思いますあポジションからと あなんかデータが取得できなかったって言ってますね。はい。えー、とで、えー、とこのようにですね、先ほど、まあ、自分で取ったチップセックデータみたいな形で,です、ね、用意したものが,が、えー、インポートされていますとで。色の情報、実はこれをオレンジにしたんですけど、オレンジの情報が見えているということですね。で、えー、とお気づきになられたと思うんですけど、あれ さっきまであったトラックの情報全部消えてるじゃんと思うと思うんですね。でカスタムトラックを選択するとですね、はじめこのような状態になるので、えー、カスタムトラックを作ってから、えーと、詳細な情報を入力していく形の方が私はいいと思います。で、えっ、ー、と、実はですね、これ ATF3 の1になってるんですけれども、えー、座標を変えたい場合はこのようにですね、えー、遺伝子座のところに移動しろよという感じで、 移動させるということをします。はい、ちょっとこれ、つれてる感じしますけどお なんかめちゃくちゃゃくえっとはいあれ 右クリックがなかなか効いてくれませんね。はい。えっと、はい。というわけで、ちょっと ATF3 の遺伝子座にこれ飛んだところなんですけれども、ここからですね、詳細な情報をもう少し入力していきます。ジェンコードの情報はフルで表示することで、どことこのチップセックのピークがオーバーラップしているのかですね。といった情報を載せたり、えー、この ATF3 のシグナルを、まあ、遺伝子を上にして、 ピークを下にしたいというリクエストがあれば、ドラッグドロップでですね、このように位置情報を変えることができます。で、他の情報とのオーバーラップを見たいと。例えば DNSX のデータを載せたいですね。えっ、ー、と、デンスがいいかな。それから、アタックの情報を見せたい。それから CCRE ですね、シスレギュラトリーエレメントとのオーバーラップなんかも見たい。 かもしれませんし、えー、ジェンコードの情報は当然オールにしておきたい。えー、それからあちなみにですねジェンコードの情報オールジェンコードとバージョン41があるんですけどこっちの方がトランスクリプト綺麗に、あに複数のトランスクリプト見る場合はこっちの方がいいと思います。えー、この違いというのも僕正確には分かってないんですがこちらの方が私は、えー、情報が多いと思います。 はい、あとは GWAS の情報を載せたいとか、あこれは COVID の GWAS なんですけれども、えー、それから CCRE ですね、SYS、えー、を今見ようとしているので、あとは、えー、モチーフの情報、転写因子のモチーフの情報を見せたいという場合は、まあ、それらをクリックしてですね、えー、最終的にリフレッシュをしてみましょう。はい、するとですね、オリジナルデータと、えー パブリックなデータですね。これもちょっと情報が多すぎますよね。多すぎるので、こういうのを確認した場合は、デンスにして、ね、してしまった方が、はい。エンコードの CCRE ときれいにオーバーラップしてますよね。赤いところでオーバーラップしているの。様子が描けているので、これはいいなということで、はい。ちょっと近くに。 置いててみたりととかすするとこう図がきれいに見えてきますねオリジナルデータとのオーバーラップをきれいに見せてきていると。で j a s p e r の転写因子の、えー、情報というのは結構たくさんの情報があって黒塗りになっちゃってるなという感じがありますね。まあそういう場合はこう,こういう情報はですねハイドしてしまってもう消してしまうと。不必要な情報消えてしまった方がまあ見やすいでしょう。 で、ここに DNS の情報もあるんですけど、DNS で、やっぱりここはオープンクロマチになっている様子が綺麗に見えてますね。綺麗なオーバーラップが、この ATF3 の5プライム側に見えています。まあ、実験の結果と非常に、えー、マッチしている情報でいいと思います。で、あとはおすすめとしては、ジェンハンサーというのがあります。ジェンハンサー。こちらですね。ジェンハンサーはいろいろな情報からですね、エンハンサー 領域をですね、推定しています。で、おそらくフルの方がいいと思うんですけど、これでエンハンサーとの関係どうなってるのかなというのを描いてくれるんですよね。すると、このような形で,ですね。やはりこのフルじゃない方の ATF3、カノニカル ATF3 のところが、えー、こちらのエンハンサーサイトですね、おそらくは。 このピークとクロマチンループとしてインタラクションしている可能性を感じますね。まあそういうものをこう、えー、調べることができます。はい。というわけでですね、こう、エンハンサーともなかなかいい感じになってきたなと。で、このリマップの情報はこの辺に載せると。はい。リマップもレギュラトリーエレメントなので、それが濃縮されている様子がこのデンスで、 えー、きれいにここにも見えますし、ここにも見えますね。もうこれはあの実験するしかないでしょうぐらいのすごくいい図が出来上がってきたなと思うんですけど、まあ、こういう図を作ることができるというのが UCSC ジノンブラウザのいいところですね。はい。で、えっ、ー、と、というわけでオリジナルデータをカスタムトラックからアップロードするというところまでをやって、で、さらにですね、図をちょっと変更するというところを ドラッグアンドドロップでやってきたような形になります。はい、この辺りクリックして表示をしていきましたね。そうするとエンハンサーとのインタラクションが見えてきたような形になりますね。はい、ジェンハンサーによって推定されたエンハンサーのード領域として2つつながっていくと。 で、えっ、ー、と、ちなみにですね、このチップセックデータが少し背が高すぎる気がするので、まあ練習のために ATF3 のチップトラックをですね、ちょっと調節してみたいなと思います。まあオリジナルデータなので、これぐらい強調した図でもいいかもしれないんですけど、これをですね、えっ、ー、と調節するにはですね、えー、こちらですね、えー、こちらの、えー、コンフィギュアを押していきます。 でそうすると、トラックの高さですね。トラックハイトが128になっているので、まあ、どうでしょう。全体的なバランスから考えれば、90ぐらいが妥当でしょうかね。というものもできますし、今現在ですね、オートスケールになっています。つまり、このウィンドウの中で一番高い値が一番頭に来るようになっているんですね。なので、えっと、それを、えっと、 レンジセッティングを変えるということもここでできます。まあ、ただですね、チップセックデータの場合、感度の問題もあるので、まあえー、スクリーンショットを撮るぐらいのレベルだったら、まあ、オートスケールの方がきれいに見えることもあるかもしれないですね。はい、というわけで、まあ、そのあたりを調節してですね、えー、アプライを押します。すると、いい塩梅じゃないでしょうかね。えー、これぐらいの高さがちょうどいいんじゃないでしょうか。で最大値が16.45ぐらいのチップセックデータだと。 ということですね。ということが表記できているので、まあ論文に使うのにはとてもいいかなと思います。で、えっ、ー、と次にですね、このエンハンサーサイトとか、プロ、プロモーターサイトとエンハンサイトをクローズアップしていきたいので、もうすでにやっちゃってるんですけど、この水色のハイライトというのをしていきます。シフトを押しながら、左クリックを押すと、領域をこのように、紫で選択できるようになるので、この、 選択した領域でズームインすることができます。ズームインしてやると、はい、このような形ですね。で、水色の領域、きれいにですね、このピークのところを捉えているかなという感じはあるんですけど、もう少しこう、左側に捉える方が正確かなと思うので、このハイライトをちょっと変えたいと思います。で右クリックをして、はい。 えっと、リムーブハイライトをして消します。で、この裾野からこの裾野までを綺麗に図で作りたいので、再びシフトを押しながら左クリックをします。色をちょっと変えましょうか。えっ、ー、と、何色がいいかな。はい、ちょっと。 断色でシューズしてみたいと思います。で、えっと、シングルハイライトとアドハイライトがあるんですけど、シングルハイライトにすると他のハイライト消えます。一つだけしかハイライトできません。で、アドハイライトは複数の領域をですね、ハイライトすることができるので、まあ、アドハイライトを押します。はい、綺麗にハイライトすることができましたね。でも、このオレンジ色とマッチしないので、やはり水色の方がいいなと思ったら、またこれを、えっと、 リムーブハイライトしてやって、もう一度囲ってあげて、やっぱり水色がいいな、ということで、えっ、ー、と、アドハイライトしてあります。アシングルハイライトを試してあげればいいことかな。はい。まあ、このような形で、論文の図にちょっと花を添えてやることができるわけですね。で、この花とですね、花がこう、うまく繋がってですね、 エンハンサー領域の推定領域がこう出来上がっていくわけです。はい。こことここですね。ATF3 を制御してそうな領域というのは3箇所ですね。ハイライトすることができました。まあ、このような形でまあ図が作れられていくということになりますで。公共データを追加していきたい場合は、先ほどのトラックハブでコネクションというのをつなげてあげれば、どん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 この下にですね、 データをつなげていくことができるということになります。で、最後にですね、この図をですね、PDF として保存したい場合ですね、どうするかというと、ビューのところに PDF、えー、PS というところがあります。PS というのはポストスクリプトですね。で、保存するというところがありますので、こちらで保存してやれば、えー、論文で使えるような高解像度のですね、図を作成することができます。で、えー、ダウンロード PDF か EPS ですね。 PDF はイラストレーターで編集できますし、あとはインクスケープでも編集できます。まあインクスケープはまあすごく使いにくいので、まあイラストレーターがいいと思いますね。で、PDF でできますし、あとはあのフリーツールで p o s スクリプトに対応しているものであれば EPS を選択してください。まあ通常は PDF でいいと思います。PDF で保存すると。ということをすれば、このようにですね。えー 自由に編集できる画像がですね、オブジェクト情報を残したままの情報が PDF として保存できます。これを保存すると。いうことができるわけですね。はい。というわけでここまでが、えー、と図を作るところまでなんですけど、最後の残り4分でですね、えー、もう少しかっこいい図を作るところをお伝えしていきたいなと思います。 はい。これは先ほどの操作ですね。はい。トラックコレクションビルダーです。これ知ってる人かなり少ないと思うんですけど、これトラックを統合するツールになっています。で、このトラックを統合すると何が嬉しいかというと、この最後の図だけお見せするんですけれども、こんな形で、えー、ちょっとわかりにくいかな。このようにですね、 ピークを重ねることができるんですね。これ重なってますよね。はい。あの、一つのトラック上に、えー、ピークを重ねていくという操作が可能になりますので、えー、結構かっこいい図を作るのにはいいかなと。まあ、時系列のデータとかを一緒に載せてやれば、RNSEC でもチップ SEC でも載せてやれば、えー、重ね図でですね、その時系列の様子を描くことができます。これをちょっとやってみたいと思います。はい。 というわけでですね、マイデータのトラックコレクションビルダーに移動します。でトラックコレクションビルダーはこんな見た目になってるんですけれども、まずですね、何をやるかというと、アドコレクションというものをクリックしてですね、ここにフォルダーを作ります。これコレクションというフォルダーなんですね。例えばテストみたいなフォルダーを作ります。注意していただきたいのは、ここで作った情報というのはセッションスで 保存しないと残らないので、皆さん、あのきれいに作った場合はですね、マイセッションスで必ず残すようにしてください。はい、というわけで、えー、ネームテスト、デスクリプションテストで、色を赤色とかにしたいと思います。で、セーブします。はい。で、えー、今、エンプティーフォルダーができました。で、この中にですね、例えば先ほどの、えー、カスタムトラックを作った情報を加えたいと。 いう場合でしたら、これを、プラスボタンをすると ATF3 のトラックがカスタムトラック、つまり自分のデータですね。自分のデータをこのようにトラックの中に取り込むことができて、えー、さらにですね、先ほどの EncodeDNA ハブにいっぱい ATF3 のデータがありましたよね。えー、なので、それをちょっと選んでみたいと思います。クリックしていくと、どん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 データが出てきて、まあ、あの、いろんなデータを取り込むことができすぎるので、逆に怖い。 と思う方もいるかもしれないんですけど、このようにですね、クリックしていくと、どん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 トラックをです、ね、吸収していけます。で、これ何をしているかというと、コレクションというトラックですね、トラックの中にデータはまだ掘り込んでいるだけです。この掘り込んだデータをですね、この Go ボタンで見てみたいと思います。 テストというコレクションが今できたわけですね。その中にこのファイルがあるはずです。はい、あるかなあ、あった。よかった。さっきから現れないことが多かったから、ちょっと緊張したんですけど、うまくいきましたね。これ一つのトラックになってるの分かりますかこのバーが一つだけですよね。一つのトラックになっています。はい。で、えっ、ー、と、 これ AJAX というカスタムトラックですね。自分で取ったデータだと仮定してください。それも別のデータとこのように統合してですね、1、えー、つのトラックとして表示することができますで。指定した赤ですね、赤でデータが表示されていることがわかると思うんですけど、でえー、とこのトラックはですね、1つのトラックになっているので、このように自由にですね、移動させることができます。これ結構楽ですよね。一つの スタディで取ったデータだったら、このように扱いたいことはたくさんあると思うんです。で、一つ一つ取り込んでいって、別々にこう、あの、順番並び替えたりするの大変じゃないですか。なので、先ほどのトラックコレクションビルダーを使えば、それを一括してですね、きれいな一つのトラックとして、えー、扱うことができます。で、さらにですね、このトラックコレクションビルダーのすごいところはですね、えー、このトラックコレクションズのテストのところをちょっとクリックすると、 ここにですね、あ、マージメソッド、これです。マージメソッドというのがあります。このマージメソッドで、えー、トランスペアレント、こう、透過性ですね。透過性にします。もしくは、えー、っと、アドをするとですね、えー、全部のデータをプールします。シグナルを全部足し合わせます。ということがアドでできますし、 トランスペアレントにするとさっき言ったような分布がこう重なってる様子をですね、透、え、過、ー、グラフで見ることができます。トランスペアレント行ってみましょうか。これでサブミットします。さあ、うまくいったかなはい、うまくいったんですけど、これ、<laughs> あの、見にくいですね。えー、っと、ちょっと設定変更したいと思いますね。 残念ながら見にくいですね。えっ、ー、と、トラックハイトを120ぐらいにしましょうか。で、トランスペアレントが、ちょっと、色が悪かったせいかな。ちょっと見づらいんですけど、まあ、もう一回行ってみましょうか。オートスケールでサブミットしてみたいと思います。 ちょっと塗りつぶされてますね。色のセッティングが悪いですね。えっと、色のセッティングをちょっと変えたいんですけど、えー、トラックコレクションビルダーに行った方が良かったかな。これをですね、ちょっと薄い色にした方がいいんですよね。この場合ね。 コツとししてはいいの方がいいんですでセーブしますま今度こそ今日の実習1いいところを見せたいあんまり重ねすぎたかなデータ重ねすぎ疑惑くっそくそ,ーくそかっこいいとこ見せてくれよ えーっとですね。ちょっと大きい方が見やすいと思うので200にしてですね。ちょっとデータを減らしたいと思います。重ねすぎて同じようなバーが重なってたらですね、わかりにくいと思うので。4つぐらいにしてですね。 あちなみにですね、引き算もしてくれます。サブトラクトを押すとですね、えっ、ー、と、比較したいデータでノーマライズしたカウントを使った方がいいんですけど、えー、サブトラクトで引き算した結果、どれぐらいのピークで見えるのかっていうのも見せることができるわけですね。これは、あの、ベッドグラフならではの、えー、情報になるので、とってもいいと思います。ぜひ、あの、そういうデータがある場合は活用していただきたいですね。ディファレンシャルエクスプロストジェンでもいけるかもしれないですね。 はい。あ、ちょっと見えてきました。わかりますこれ。ちょっと僕は感動してるんですけど、ちゃんと、重ね合わせが見えるようになりました。見えました <laughs> ああ。嬉しい。はい。というわけでですね、こういうちょっとかっこいい図を作ることができると。で、ここの、えっ、ー、と、ピークがですね、やっぱり、 キャンデ,ィデートトととししててて優れてそうだというだい場合はやはやりシフトを押してですねハイライトをしましょう。あのハイライトをしてやればですね、この図の中で際立ったあのピークの位置をですね、えー、レビューアーに主張できると思います。はい、というのがトラックコレクションビルダーです。はい、というわけでですね、えーと、本日のお話はここまでなんですけれども、PDF の資料にはですね、えー、ところどころもう少し 詳細な情報を載せてありますので、ぜひご覧いただいてですね、えー、と活用していただければいいかなと思います、えー。ぜひですね、これを使ってですね、論文の図を作成していただければ嬉しいかなと思います。<laughs> 以上です。